はい、皆さんこんばんは。どうも。はい、はい、今回は DWO の、ね、はい、第2回、2回と、ね、あと1回目。ああ、そっか。今から放送するのは1回目の大会と、うん、あと、2回目の大会です、ね。あ、そうなんだ。はい、で前回我々が来た時は、うん、5月のゴールデンウィークの、はいはいはい、劇のとこだけを流したっていう感じですね。うん、あ、そうだったね。はい、そうです、そうです。あ、そうなんだ。前回そうか、お前とやった時はあれか、はい、俺、あれか、劇だけか。そうなんです。あ、そうか、はい、なんだ。自分も、1回目の大会放送したかなって思ったんですけど、うん、放送されてなく。忘れてたね。もう、なんかそうですね。ね。結構、なんかそれこそめちゃめちゃ前に感じてしまうぐらいの。そうだよね。はい。あ、感じなんですけど。確かにそうだったわ。はい。まあ、ということで。ね、本戦が今日ね、はい、放送されるということ でこの枠をね、はい、いただいたということは、はい、めちゃくちゃありがたいし、ありがたいです ね本当に、はい、本当あれだよ、こんなやつこんな放送より、はい、他に放送するも絶対あったよ。そうなんですよ、本当に、はい、みんな分かんないから DW のこと何みたいな、リブレとジョーアケンの何の接点があるのってなっちゃうだろうし確かに確かに、そう、分かんないじゃん、ね、その中でこの枠をいただいたっていうのはね、はい、本当このね、東京インディープロレスの中で、はい、我々はね少しはちょっと輝けるのかなってね、はい、そんな予感がしますから、はい、まあ、この大会のね放送を見て、はい、皆さんが少しでもね、いいなって思ってくれれば、はい、次回 DWO ってまだ決まってないけど、そうです ね、まだ、はいはい、皆さんの声がね、はい、今は SNS の時代なんで、そうですね、SNS でどんどんみんなツイートしてくれれば、はい、ね、動くかもしれないんでね、うん、はい、そうですね、相づちばっかだな全くその通りだね喋、はい、れよいやいやめちゃめちゃ喋ってるからもう相づちするしかなかった相づちすごいな、教卓の前の生徒みたいになってるはいはいみたいな質問です、そう、よくやってたよ本当に。席替えってあったじゃん、はいはい、小学校とかってじゃん、ありましたね、席替えの時にさ、みんなこう楽しみにしてるじゃん、はい、俺ね、席替えは上だけは除外って言われてた。なんでですか？寝るから寝て授業聞かねえからっつって俺、はい、小学校3年生から6年間のこの、その6年生の3年間は、はい、ずっとこの先生の目の前だった、ここだった、教卓の目の前だった、ってか小学校でそんなこと言われるんですか？ある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 、へ、普通にあれで俺教科書とかで引っ張ったからですよバーンっつって頭いかれてて、へー、なんか それが始まったの自分中学ぐらいですね。あ、本当に、はい、お前はダメだっていうのは中学ぐらいからでした、うん、小学校本当野放しみたいな。俺、お前はダメだって言われたのは小学校までで、はい、もうお前は帰れって言われたのが中学だった見放されたよそれであれじゃないですか、お、帰るわつって帰ってったよ。あ、そう、で俺帰ってったそうそう、か帰って、はい、門の前で、はい、レスリング部のコーチにボッコボコしばかれて、はい、首根っこ持って引きずり込まれたっていうのがいっぱいあり本当にこんな話はどうでもいいんだよ。いや、どんな、はい、はい、そんな話もありありつつ、はい、はい、DWO ね、はい、2大会を振り返っていきたいと思うんですが、ね、まずはなんか告知事項があれば、はい、じゃあ、はい、すいませんね、前回で今回もポスターを持ってくるの忘れたので、はい、ちょっとこの僕の iPhone X で表示しますけど、おお、はい、すげえ、そんなアップできるんだ、よっしゃ、はい、ということでアルマリブレボリューム14、あ、もう14回もやってんだ、はい、ということで、参戦選手はまあこんな感じです、はい、はいはいはい、初参戦はマリマンジ選手かな、おフリーで、あとはほとんど出てると、お、カトリーいるよ、ほら、お、気持ち悪いなこいつの潜在写真なんだこれ、目が笑ってないんだよな、何こいつ、あいつ最近金髪にしたよね、金髪、まあ茶色ですか ね、あざとさに磨きがかかったよね、はい、まあ、ということで2021年11月23日今月火曜日、はい、でね、横浜のラジアントホールで、おうほうほうほう、はい、やりますので、最前の方がありがたいことに、もうちょっとないんですよね、ほ、はい、いや、マジでマジでびっくりした、本当に、なんですけど指定席が、はい、まだちょいありますので、はいはい、そこの方をね皆さん、来ていただければ、はい、とても助かりますので、はい、そんな感じかな、はい、そして、はい、はい、私はですね、はい、11月17日もあさってですね、はい、はい、後楽ホールで行われるフリーダムズはい、大会ですけども、はい、はい、私の対戦カードはよ、ハードコアマッチで、はい、
打って植木隆行、ボルカウト、はい、ビオレットジャック、作田敏行組対、うん、香取貴博、ドラゴンリブレ、うん、佐々木隆、マンモ佐々木組よいやでございます、はい、最近あんたさ、はい、マスク外したし試合中に外しました。何なのあれは。いやいや、あれはあの、はい、やっぱこのなんていうの、はい、あのこう DW の仲間として、はいはいはい、ちゃんとあんたのこう男気はとても見れて、はいはい、かっこよかったなっていうのもあるんだけど、はい、ちょっと無茶しすぎじゃない最近。どうしたの何子供生まれて何パパは強いってとこ見せようと思ったの、はい、いやいやいや。ちょっとやばいぞ最近。お前どうしたまあでも、あのマスクを外したっていうことに関しては、うん、ちょっとやりすぎたなって、ちょっと思ってる部分は。あれは何その試合前からもう自分の中で決まってたの心の中で。いや。でもゴングつかもう鳴ったら、はい、やったららみたいな感じだったの。ですね。ああ、そっちだ。一発だから突っかかっていって、うん、そこでなんかスイッチ入っちゃったんでしょうね。ビャーって取っちゃった。ああ、そしたらまあ、裸でワネズミが。そうなんだ。ワネズミが。出ちゃったっていう。出てきて、はい。大流血して。あんた、ボッコボコにされてたっしょ。ボッコボコですよ。私何もしませんからあの試合なんか覚えてないもんラダーに叩きつけられたりとかさ、竹串に行かれたりとかさ、はい、あれぐっさぐさ行かれてたでしょ。やばかったですよ。あれさ、ハサミ使ってここってやられあれどうなのその、いや俺さ、俺まだないの実はそっち系は。あ、ハードコア。そう、はい、あのね、はい、ハードコアとかはあるんだけどデスマッチがないね俺まだ。あ、その、はい、そのなんていうの、いわゆるそのTLC マンみたいなのがあるんだけどね、テーブルとラダーとチェアみたいなのがあるんだけど、はい、いわゆるその蛍光灯とか、はい、画鋲とかガラスボードとかそのハサミとか、はい、そういうのまだ一回もやったことないんだけど、はい、どうなの痛いの。え、めちゃめちゃ痛いですよ。そうだよね。めちゃめちゃ今俺プロレス素人みたいなこと言ってるけどファンみたいなこと聞いてたけどやっぱり痛いよね。めっちゃ痛いですよ。だって切られるんでしょ。切られます。刃物でここ、はい、切られます。お、え、そのまあまあ、息子さん、あ、なんだっけ、娘さん、はい、娘さんまだ小さいからあれだけど、はい、その奥さんはどうなの。奥さんは、うん、正直、うん、嫌がってますよね。そりゃそうだろ、はい、で普通に帰ってこれるか帰ってこれないかっていう心配もしますよねそれもなんかすごいね、戦争みたいな戦時中みたいになってんじゃん。ツイッターずっと見てこう大丈夫か大丈夫かつってで前回のその僕がマスク脱いだ時に関しては、うん、普通だったら試合終わった後にセコンドにつくんですけど、うん、はいはいはい、そっからずっとセコンドついてなかったんで。つけなかった、はい、つけなかったつけなかったで す, たです行こうと思っても行けなかったんで体あれ後楽園だっけ。後楽園です、まあ、後楽園のまあ控室、まあ俺はもう分かるけどさ、はい、はいはいはい、はい、何あの通路でぶっ倒れてる感じだった。控え室まではなんとかたどり着いたんだ。なんとかただもうそこから動けないずっとコッシュも着替えないままこう。マジか、はい、しばらくそんな状態でしたけど。あ、だからでもだからセコンドついてなかったから、うん、うわやべえなんかあった怪我したって奥さんはなったわけだ、はい、思ってたんですけど、まあね、メインイベントになんとかセコンドつけるようになったんで、うん、その姿を見てようやくホッとしたあ、歩けると。歩ける。帰ってこれる帰ってこれるとりあえず帰ってこれる、生きてるんだと、はい、あ、そうなのね、はい、あ、そりゃ確かに心配するよ。いや心配しますよね。あんたこれあれよお前、はい、子供が大きくなってお前父ちゃんあんなことやってるって言ったらうん、ね、はい、どっちかで保育園で、はい、ね、お前のパパ勇者かお前のパパ頭おかしいかどっちかでどっちか頭おかしいでしょうね、まあ、頭おかしいでしょ、まあ、プロレスやってる時点で頭おかしいじゃん本当そうだもん。未だに、はい、未だに俺のあれだもんね、九州のおばあちゃんに言われるもんね、はいはい、あんたもういつまでやってんのって言われるもん、ね、本当に理解ができないらしい本当にクラブ活動って言われたもんいや金もらってるよってそうそうそう趣味ちゃうわと思ってちゃんと仕事の時やってるクラブ活動ちゃうわと思っていや、なかなかだってどうですか逆にジョーさんはなんかそのハードコアとかいやーやりたいっていうのはないですかね。まだまだというかまだっていうかでも正直やっぱその、はいはいはい、俺やっぱちっちゃい頃から FMW をこう見てたっていうのもあって、はい、やっぱこう興味はあるんだよね、うんうん、そう興味はあるんだけどなんだろう多分素手で顔面ぶん殴り合うのは、はい、多分俺怖くないのよ、うん、はっきり言って。ただそのなんていうかな相手を素手でぶん殴ることも怖くないし素手でぶん殴られることも怖くないんだけど、はい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 、正直言ってやっぱ蛍光灯とかは
まだ分からないからちょっと怖いなっていうのは正直あるよ。確かに、うん、だからそういうもしお仕事をいただいたとして、はい、すぐ入って多分言えないっていうのが俺の正直な意見かな。やっぱそれは、うん、もう嘘ついてもしょうがないから言うけど、まあまあまあうね、多分そうだと思うんだよね。うん、もしかしてだからそういう機会があれば、はい、うん、ちょっと、2分ぐらい考えて2分ぐらい2分で腹決める2分で腹決めて返事するっていうのはあるよね。やっぱ、まあね、最近だとねそれこそ伊藤優作とか、あ、はい、ね、やってるじゃん。出ます、ね、この前のカリア大会で、はい、だいぶあいつもバカなことしとったなとてつもないことしてた、とてつもないことしてたね、はいはい、その次の次の日ぐらいに俺会ってたんだけど、ああそうそうそう、すごかったよ。おでこばっくりおでこ割れてた。有刺鉄線で体めっちゃ切れてた。そう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 、それ結構自分初めて見たかもしれない。痛えなーって言ってたよ。痛えなーって言いながらシャンパン飲んだから、それでらしいなー、らしいな、ほんと名古屋の夜を堪能しましたよ、ほんとに。いいなーね、まあそんな感じで、まあ告知もありの、はい、ね、いろいろと、はい、ね、なんだそのデスマッチに対しての思うこととかもありながらですから、ね、ありながらですね、はい、じゃあ早速いっちゃう DWO のね、はい、まずは、はい、1回大会ですね、はい、はい、ご覧いただきたいと思います。よっしゃ、ではスタート。よっしゃ、いっちゃおう。これは加藤、誰だ、加藤のキーホルダーあります。しょいな、うるせえバカ野郎が笑ってぶっ飛ばすぞこの野郎。加藤のキーホルダー買ってクソだこの野郎なんでこいつ本当にこいつ大好きだけど大嫌い本当にこいつはなんなんだよ、なんなんだよねこいつキャリアのさ何年あると思ってんだ俺と。いや確かに、こいつマジで会うたびにジョーさんっつってジョーさん足痛いからおんぶしてふざけふざけんじゃねえよみたいな、お前誰に聞いてんだよバカと思ってやっちゃうね俺もアホだからさやっちゃうね、おいいよみたいな、ちょっと孫を見るパパの気分で。いやなんかそ、なんかね許しちゃうね。うわー すごいねこれ、やっぱ今これレフリーでもね、はい、フォートレートを動かしてないかもしれないけど、これいやセクシー、これ買う人いるんだね。これってもう犬は犬じゃん今の確かに、ね、露出が高いやつから売れてるらしいです。お、我らの DWO の DWT シャツとね CD、 あ相変わらずいいね、エロい顔してんね。おお、あ本当に、おお言っちゃうね、俺嘘つかないから。おお、うん、初めて会う時か思ってた、かわいいな、マジっすか、かわいいなってずっと思ってた。ねえ、ほんとに。え、平間さんと会ったのはいつが初めてですか。多分、あれじゃない、なんだっけ、デカメロン C かなんかで、あーなんだっけ、あー大変ね、大変ね、緊張してます、今欠場中です。そうだよね。ちょっとアクトレスも動きがありましたね。あ、動きありましたね。ね、はい。まあ、そうだそうだ。そうないんだよね。だからね。そうかそうか。青が今売ってるやつなんだ。そうですそうです。そうね、あ、俺今日赤着てくれよかった。なんだマジか。赤はね、赤はね、俺だけだから。そう、非売品。そう、非売品。ベルトも負けず、そんな状況の中であいつ
しっかり子作りだけはしてましたからね。やることやってますね。やることやってるんすよ。いやでもこれ殿の親心っていうかリブレからしたら大チャンスっすね。まあ大チャンスは大チャンスなんですが、あいつはなかなかもう人間性がうんこなんで、ここはちょっと俺が直接戦ってあいつ分からせてやらないといけないですね。それでですよね、うん、俺が殿のパートナーを連れてきて、うん、リブレがびっくりするやつを連れてくるって言ったの。期待しててくださいよ。てか誰なんですか俺のパートナーって。俺いまだに聞いてないんですけど。いえいえ、それよ殿もお楽しみということで、きっとびっくりする。そしてあいつが一番ビビるやつ連れてくるんで。俺のパートナーなのにまだこの場で内緒なんですか。いいじゃないですか、俺のパートナーっすよ。大さん、大さん、今日までリブレさんから連絡とか来ましたか。全然、たまたま収録で会ったりはしたけど。そうなんですよ、ゴールデンウィークに一緒にやろうって言ったじゃないですか。でもそれ以降何の連絡もなくって。ほんとそれ、私なんて DWO に絡んだらすぐ怪我しちゃったし。いや私だって人体行っちゃったんだよ。そうですよね、まあ、今日は青野美久もね、濃厚接触者じゃなかったけど、まあ、大事を取って欠場だしね。 DWO 呪われてますね。呪われてるわ。ドラゴンリブレさんなしで自分たちでやっちゃいますか。やっちゃいますか。はいはい。 お出てきました。本日はこの大変な世の中ではありますが、 DWO 旗揚げ戦のためにご来場いただきまして誠にありがとうございます。この DWO っていうのは今年の5月にゴールデンウィークですねに、物語の中で生まれた団体なんですけども、それが今日本物の団体として旗揚げすることになりました。まだこの先 DWO がどうなっていくかは僕自身も分かってないところなんですが、今日はその DWO の物語の始まり、そう思ってます。今日は物語が始める1ページ目、歴史的な日だと思いますので、皆さん目に焼き付けて最後までご観戦よろしくお願いいたします。はい、ちょっといろいろ僕も考えて、ここ上がったんですけど、なんかもう何喋っていいかちょっと分からなくなっちゃったので、自分の言葉でも喋らさせていただきます。まあ、さっきね音声で流れてたように、いろいろね僕に対して言っている選手もいますし、お客さんの中でもやっぱちょっとねリフレの見方が、自分の理想とは違うことになってると思うんですけども、それを僕は今日変えたいと思っております。はい、 DWO も大事ですが、この僕自身の戦いもしっかりとして、皆さんの心に刻むような試合をしたいと思いますので、応援の方よろしくお願いいたします。めっちゃ前に喋れるね。はい本当に、いやもう、この時めちゃめちゃ緊張しました。そりゃそうだな。旗揚げ戦に当たってですね、僕がテーマソングを作ってほしいなと思いまして、以前から親交である、広山亜美さんにお願いをしたところですね、快く、OK を出していただきまして、テーマ曲完成いたしました。はい、ありがとうございます。それをですね、今から披露していただきたいと思うので、早速呼びたいんですけども、広山さんお願いします。かわいいなぁ、いい足してんなぁ、いい足してんなぁ。俺もこのリングいいなぁ、ロープ上げしたかったな出てきてくださったら、ね、よかったのに。ありがとうございます。だからあれですね、皆さん多分もう聞いた方いらっしゃいますか。ありがとうございます。いらっしゃいます。お、
まあ、多分聞いた方は分かると思うんですけど、でコーラスみたいなところで DWO とか、なんていう歌詞ですか、 DWO っていう、ね、ところがあるので、皆さんもよければ、ちょっとね感覚狭いところあるんですけども、邪魔にならないようにみんなで手を挙げていただいてですね、はい、握り拳を挙げていただくとかですね、あ、サイリウムいいですね、サイリウム、サイリウムとか、あのボードを皆さんお配りしていると思いますので、そのボードを掲げていただいたりとかして、はい、ぜひぜひ一緒に乗ってこの大会を盛り上がっていきましょう。よろしくお願いいたします。はい、では早速歌の方に話をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。ではこの DW をテーマソング、ドラゴンワールドオーダーです。どうぞ。この曲っていうのは、はい、これ平山亜美さんが作った。そうです。マジで。はい、へえ、まあ、テーマソング作ってほしいっていう話をしてですね、うん、翌日には、うん、ほぼほぼ完成しました。化け物だよ、化け物。いやでもだから、でも1日って考えたら、うん、なんかそんな大した歌詞じゃないとか、うん、ほぼほぼ曲が流れてるだけなのかなっていうふうに最初は思ったんですけど、うん、歌詞もちゃんとしっかりしてて、まあ確かに、はい、ちゃんとまとえてたよ。そうなんですよ。めっちゃまとえてまとえてる歌詞だったよ。はい、あ、でもだから1日っていうのも確かに早いですけど、うん、ちゃんと考えて作った作品、作ってくださった、へえ、はい、曲ですね。はい、これも CD が出来上がる直前まで、うん、ここどうした方がいいですかねっていう多少の修正とかも実はあったりとかして。その話知らない。あったんですよ、実は。どういうこと？まあ、この大会の、うん、この大会じゃないか、うん、まあ、この大会の1週間ぐらい前とかに、うん、まあ、平山さんとかと会って、はいはい、喋ってたりして、はい、今 2パターンあって、うん、このパターンとこのパターンどっちがいいですかみたいな、うん、っていう相談を、その CD を焼く1週間前に話しました。すごいね。すごいですよ。すごいね。そんなキンキンで動くの。はい、そんなこと可能なんない。ほんとすごかったです。これちゃんと焼き上がる CD 焼けんのかなと思って。そうだよね。ちゃんと焼けてて、ちょっと心配になるよね。すごいね。間に合うかな。作詞作曲もできて、かつ仕事も早くて、めちゃめちゃ早い。スタイルも良くて顔も可愛いっていう。神様だ。神様。平山亜美さんは神様なのかな。いや、すごいですよ、本当に。よくいるじゃん、可愛いだけで無能なバカとか。あ、はい、いるじゃん、はい、で、仕事できるけどすげえあんまりちょっと残念な方とかいるじゃん、はい、ね、可愛くて仕事が早くて、でも欠点がないよ。欠点がない。フットワーク軽いし、本当に、はい、この子神様なんだ。いや、もう天才です、本当天才ですよ。お前連絡先知ってんの？連絡先は知ってますよ。おお前、この野郎。なんですか、ぶっ飛ばすぞお前、本当に。なんで知ってんだよお前。いや、俺に教えろよお前。まだ DW の打ち上げやってないんで。あ、そうだ。そうですよ。もう緊急事態終わったから。終わったから、ね、できますね、これで。本当だよ。ちょっとお、大試合が始まりますよ。いや、これ試合前見れてないんで、試合を。俺もこれ初めて見る。ですよね。そうだよね。なんか試合前後でなんか喋ってたりもしましたよね、うん、それもなんかね、なんか劇みたいなのですよね、はい、これはね、もう女子の試合だ。うわ、割とみんなが知ってる人だよ。神様ってかぐや代表の子供。ああ、うちのあれね、代表の子供さんね。はい、あれは、あれも、うん、あれはなんだろう、もう仏。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 2歳になってないけど仏。仏。仏。すごいです。すごいね。あ、これ。わ、マジで。すごいメンツじゃん。いや、メンツ。これすごいね。今青コーナーにいる、ホシャミコさんと、うん、鈴木は DW の軍の俺らの仲間なんで、はい、
はぁ、あ、すごいね。DWO です。ねえ、石川さんも DWO、 そしてこの日急遽、参戦となりました。あ、そうなんだ。スクセシすごいね。この日あれですね、青野美久選手が本当は参戦、でもこの時期あれか、予定だったコロナちょうどね。まあコロナでもなかったですし、濃厚接触者でもなかったんですけども、まあ一応大事を取って。そうです。なるほどね。はい、周りで感染した方がいらっしゃったようなので、一応念のために。あー、そうなんですか。え、今ハムさん肉体改造してんですか。肉体改造めっちゃ細くなってますよ。嘘、マジで。へえ。軽っ、マジっすか。私 DWO のデスマッチ部門のエースとして誘われたのに、今日ここデスマッチじゃないじゃないですか。ねえ、あの男話が違えよ。あのドラゴンリブレ、あいつ嘘つきだよ。お前言われてんな。言われてますね。まあ、パチ野郎って言われてんじゃん。一番分かってないよね。一番分かってないです。おー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 な、こらおーい、こらなんだこのガキや。ガキが、本当にこのガキや、こら先輩だけど。本当だよ、先輩なのか。先輩なのか、だけどそうか。クソガキが、キャリア全然上なのか。上ですよ。それ面白いね。それ面白いね。クソ野郎、先輩だけど。先輩だけど年下だ。本当だよ。いやー、 T シャツを踏むなんてな。いや、本当本当にちゃんと誘ってね、誘われたのに、ね、いいことあるよきっと、ね、だって裏でリブレの呪いって言われてるんですよ。おい、リブレの呪い。確かにお前大事な時にすぐ怪我するもん、ね、よくご存知で。お前あれだよな、凱旋の時とかも怪我するし、はい、台風とかにも合うし。そうです、もう本当に神様に見放されてる。見放されてますよ。本当に運がないんだな。かわいそうなやつだな、本当に。1回目の凱旋は台風で亡くなり、え、2回目、2回目はコロナで亡くなりました。ただ1回目は、私その時怪我してたんで、あー、ね、ど、まあ、どの道にしかできなかったんですけど。かわいそうだな。この日そう思い出したんですけど、うん、ハムカさんクソほど日焼けしてて。どうでもいいわ。なんだその情報。クソ日焼けしてて、すっげえ体赤くて、マジ大試合すんの痛えだろって思って。そんな赤かった。めっちゃ赤かったっすよ。びっくりしましたもん。めっちゃ赤くて、コッシュ向いたらその日焼けと、日焼けしたところと日焼けしてないところの差がすごくて、うん、赤いね、赤いね。これあれだよね、これ多分何、焼きたてぐらいでしょ。焼きたて、いや多分なんか前日になんか、やなんかあったみたいな、うん、言ってた気がするんですよね。うん、昨日の試合で確かすごい攻められた。ああ、日焼けのところをね、うん、すごいよね。セクシー、なんかもう大道芸だよね。大道芸、なんか大道芸。なるほど、試合前にこんなことがあったね。もう確かにゴングが鳴るまでが長かった気がしますね。あ、本当。はい。そしてヤングに着こなせるのは
そんな喋ってたんだ。俺はほら初のオタクの代表だったから対戦、はい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 、だからバッチバチに気合入れてたからさ悪いけど全然分かんなかったからさこのあそう喫煙所でタバコ10本ぐらい吸いながらめっちゃ精神統一してた本当に。来てくれたのか。ありがとう。なんだろうこの身長に対してのこの T シャツのこの大きさ本当にすごいね。ちゃんとしたサイズ持って来いよっていう ね。これつくしさんだったら多分 S よりも下だよ。そうですね。多分この T シャツって全部男性サイズというか。今始まったの。ようやく。どんぐらい5分以上やってたんじゃないですか。なかなかだね。赤っ背中確かに本当に腹のとことか赤くない。赤いめっちゃ赤い今気づいた。これはやばいね。これはやばいね。絶対攻められるよ。うわぁ動くだけでも痛いと思うんですね。本当だよね。それぐらいやったらリブレはあれなの、なんかその、はい、サロとか行ったりするの。サロは、最近行ってないですけどちょっと前までは行ってましたね。やっぱ、あれやるじゃん、赤くなる人とさ、赤くならなくてさしっかり焼ける人とかいるじゃん。はい、もう田中正人さんとかもすごいよね。あー確かに。もうかりんとうぐらいになってる。俺とかもね焼くと赤くなっちゃうんだよ。あだから、はい試合の前々日とかにやるともうダメ、はい、だからもう1週間前とか。ああそうです、ね、そうそうそう。だから自分も元がめちゃめちゃ白いんですよ。ああ本当だからこの女子選手とより白いぐらい元が白いんで。そんなに。だから日焼けするとめっちゃ赤いんですよ。ああだから映えないんだよね。はい分かる分かる。俺も一緒俺も一緒。めちゃめちゃ痛いですね。いや海とか行くときつくない。ああきついですね。ね、鈴木鈴選手も今もう立派なデスマッチファイターだよね。そうですよ本当に。お前負けんじゃねえの。いや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 、お前よりもやばいことやってるよ。いやいやいや、デスマッチ未経験ですけど。やばいよ。デスマッチは分からないですね。でもね、え画鋲とかまだないんだ。画鋲はまだない。あ本当椅子ラダぐらいですかね。竹串は食らってます。どうなのあれ。えめっちゃ痛いですよ。赤い痛いですよ。シンプルで一番正しい答えだ。それが。バカい、自分、ちょっと竹串、まあ痛いのは分かるんですけど、うん、そこまで痛くねえだろうと思って。言うてね、はい、余裕ぶっこいてたんですよ。うん、いらないよ。竹串があった。竹串があって。ほら、竹串があって。いらないよ。竹串がある。これですよ。だ、ちょ、一本だけ今やってみる。やだやだやだ、痛いやだやだ。何本目で死ぬかなみたいな。一本でも嫌だ。絶対嫌だよ、だ、何本目で死ぬかなって。一本目で死ぬって。もう死ぬ。本当だからちょっと余裕ぶっこいて。言うて大丈夫っしょ。はい。まあまあ痛いけど、うん、そんなまあ椅子とかに比べたら大丈夫っしょって思ってたら、ああもう舐めてましたね。ダメでした。めちゃくちゃ痛いです。赤くそ痛かった。あれ首もくるでしょ。首がきます、ね、なんか詰まるらしいじゃん、はい、優作も言っとって。あ首が詰まるってグーンって。いやだから椅子下手したら椅子より痛いかもしれないです。マジ、はい、いや本当に嫌でした。そうだよな。でその後、笠井さんのリバースタイガー、うん、リバタイ食らった、はい、頭突き刺さってる。死んじゃうよ、はい、まず一発食らって痛い痛いもう無理って思ってたところをリバタイ食らってさらに突き刺さったんで、うん、まあかんってなってちょっと途中で諦めそうになりましたね。あれだよね、あのレスラーとしては多分言っちゃいけないと思うけどもう負けてもいいかなって思うてもう無理だって、はい、もう嫌だって思って俺が、あのオタクのあの杉浦選手と、はい、やった時あって、はいはい、あの時に途中で本当に1回だけ、はい、あもう無理かもって思ったことあった、はい、エルボー食らって
バカーンってぶっ飛んで意識飛んで、はい、パッて目覚めたらもう肘が来ててバーンっつって、でその時になんていうの、あもう無理なのかもしんないって思っちゃった時あって、あ、ね、本当にありますよね。あの人やっぱ、あの人もやっぱバケモンだよ、バケモンです本当におかしいです、あの人のエルボーで本当に試合中何回も飛んでるからね。いやそうですよね、飛ぶよねあれ、重いよ本当に本当に。で僕がエルボーで一番きつかったのは、うん、伊藤さんです。伊藤作、はい、マジできつかった、めっちゃきたでしょ、めっちゃきたでしょ、ほんときつい。いやそれこそだから竹串と一緒で、うん、まあ杉浦さんは強くねえだろうみたいなのをちょっと思ってた部分もあるんですけど、いざ食らってみたらもう一発目でやばいでしょ。あやばかったですもう、あもう飛ぶって思いましたもん飛ばなかったですけど、あもう絶対だ、飛ぶわ絶対飛ぶ、飛ぶわって思うでしょ、はい、分かる分かる分かる。あのね、そんなのもね、俺はね、あの結構何回も食らってるからね優作のはもうね、慣れた。マジっすか。なんか分かんないけど、慣れた。無理ですよ、もう拷問だと思いましたね。いや、あれ拷問だって、確かに俺も最初優作ってやった時は、あの、あいつの頭突きとかで死ぬと思ったもん。いや頭突きもそうだし、エルボーとかで、あ、もうこれいっちゃうなと思ったもん、はいはいはい、っていう話をしたら、つくしさんのエルボーとかなかなか痛そうだね。いや、あのね、めちゃめちゃこれ見てて、見てて、俺痛いよこれ、すごいこれやばくない、これこれこれ早いんだよ、力強いし、これ痛いよ、めちゃくちゃ痛いじゃん、すげえじゃん、速くて力強いね、めちゃくちゃ痛い、しかも多分腕も細いから余計に痛いでしょうね。いやーこれね、俺らが食らってもちゃんと痛いやつ、これも男子ともあんま引けを取らないぐらいのエルボーですね、見た感じだと。でも今のなっちゃんもう今アイスさんのチャンピオンだよ。そうですね、この前、はい、ね、藤本選手に勝って、はい、勝って、ね、新チャンピオンになりましたよ、ね、はい、なんか10度目の防衛に失敗って書いてたから、10回もやってるの、そんな防衛し続けたのすげえなと思って10回もやってるの、すごいね、なかなかいないよね、そんだけ持ち続けるって。確かに、え、防衛戦のスパン短いんじゃないですか、多分。なんか私の最初ぐらいですよね、体感して。え、で、もう11月で10回分、月1のペースで見るんですか。確か5月ぐらいに2、3回ぐらい防衛し続けたんですか。へー、地方巡業でそれぞれの選手が、あー、それ面白いかも。でもそれは地方巡業でそれぞれの選手の地元っていうけど、それぞれの地元のね、その選手にはめちゃくちゃいいご褒美だよね。そうですね、団体のね、スーパーエースのね、かつチャンピオンの人とね、タイトルマッチやれるっていうのは、防衛戦が、あの、確かタイトルマッチか、そう、すげえいいことだよね。いいですよね、まあ、試合、まあ、防衛しちゃってるってことは、うん、残念ながらまあ、取れなかったけど、ね、しちゃったんですよけど、うん、まあ、でも、それでもタイトルマッチができたっていうことだけでもね、そうそうそう、めちゃめちゃすごいことですよね。実際そうじゃん、結果としてさ、俺も、まあ、リブレもそうだけどさ、タイトルマッチでさ、はい、まあ、取れなかったことの方がやっぱ多いけどさ、はい、けどやっぱ、いや、なんていうの、やっぱ負けてしまったけど、やっぱこう終わってみたらこう、いやでもみんなにこう、いや良かったよってやっぱ言われるのとかあるじゃん、はいはい、やっぱ、ね、ああいうのってやっぱ嬉しいよね。そうですね、やっぱ俺もそうなんだよね、やっぱ何回もチャンスをいろんなところで団体でもらってるけど、取れなかったことの方が多いからさ、はい、やっぱその都度悔しいっちゃ悔しいけど、はい、けどやっぱまあ正直普通の試合よりはやっぱ気合入るし、 ね、 確かに、お客さんもやっぱ力入って見てくれるし、はいはい、やっぱね、こうレスラーやってる人でベルトっていうのは絶対だから ね、 そうです ね、 ね、一番なんていうの、もう単純にそいつが偉いっていうだけじゃん、はい、ね、もうそれが一番大事じゃん。ね、白熱した試合をしてるね。そう、あでも個人的にはもうちょっとね、つっかさんの絶対王者試合が、でも確かにそうだよな、でもなんかもっといろんな選手、うん、まあなんか客観的にアイスリボンなんかちょっと一ファンとして見ると、はい、もうちょっとなんか若い選手とか、うん、あんまりベルトを巻いたことない選手にもっともっと行ってほしいなっていうのはあるよね、はい、だからその昔さ WWE とかでさ、はい、やっぱ言うてやっぱそのロック、ストーンコールド、トリプル H、アンダーテイカーとかそこら辺がチャンピオンだった時代があったわけじゃん、はい、でそこでさいろいろこうあってさ、クリス・ベネワとさ、はい、エディ・ゲレロがさ、はいはいはい、チャンピオンになったっていう時代が、
もう俺あの時代がめちゃくちゃ好きなんだけど、はい、言っちゃえばエディ・ゲレロもクリス・ベノンもベルトの器じゃなかったわけじゃん、はい、けどそれがレッスルマニアで取ったっていう時代があって、はい、レッスルマニア20かなちょうど。そうですよ20です。あもう俺あれがすごい好きでさ、あ20だねって言って、そうやっぱあれだよ、あの瞬間だよね、うん、でリブレが言ってるのそういうことじゃん、はいはい、で若いとかっつうかそのうわーあのなんていうの、普段ベルト取ってない人がこう、はい、チャンスをものにできるっていう ね、 そうですね、その喜びはあるよね。あんまり挑戦することもない選手とかね、はい、おめえだよそうですね、ビオレントジャックだっけ今。今ジャックです、ね、やってみろよいやそ今どっちかって言ったらジュニアのベルトを今ちょっと、ああそうかそうか、そうだよね、はい、ああ綺麗なジャーマンだ、つま先がピーナスすごいですね、ポンタチができないできない、はい、本当に腰壊れちゃう相当柔らかいね。何度もジャーマンがなんか好きなの。ドラゴンだ。ドラゴンです。好きなの。ドラゴンです。何がドラゴンですドラゴン。ドラゴンスープレックス。自己紹介か。ドラゴンです。ドラゴンスープレックス。やっとったな。やるんですけど、うん、ここまで綺麗にいかないですね。いやいや、これは女性ならではだよ、やっぱ。うちもほらやっぱヤコいるけどさ、はい、やっぱヤコのジャーマンめちゃくちゃ綺麗だからね。つま先がピーになるもんね。どうやって体重支えてるのね。あ確かに確かになる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 、あとやっぱまだ自分は体ちっちゃいんで、うん、投げるとしてもみんなでかい選手なんですよね。そうだよね、そうなっちゃうとやっぱバランス崩しちゃうとか、うん、潰されちゃう部分もあるので。そうだよ、はい、結構コメント来てるけどさ、そのベルトに対してだけどさ、この小橋さんがノアで絶対王者だった姿って言ったんだけどさ、はいはい、俺その時代のノアもめちゃくちゃ好きだったんだよ。で小橋さんを破ったのが力王選手なんです、はいはい、俺あの会場にいたのよ、あの時の小学校の時、武道館に、はい、めちゃくちゃテンション上がった。あの小橋健太が、いや負けるんだと思って、はいはい、思いました自分も。俺まだ覚えてる、無双2発かなんかで終わったのよ、はい、無双っていうなんかこういうなんか、はい、ボーンってボムみたいな技があるんだけど、その無双がね、裏無双とかいろんなあって、ああります、ね、それが2発で終わったんだよ確か、はい、めちゃくちゃ覚えてる。さあ試合が終わって、一番ダメダメですね、 W と O の前に来るローマ字の中で N が一番ダメ。薄いな、やばいな、客の反応が薄いな、むちゃくちゃ怖いな、やばいな、すごいね。
先輩に差し入れをいただきます。おい、この野郎、クソガキ、この野郎。お前の先輩だぞ。先輩だけど。先輩だけど。でも、お前のこの先輩、めちゃくちゃ的を得たこと言ってるな。いいことを。スーパー正しいこと言ってます、ね。何も間違ってなかった。はい、びっくりしちゃって、今、俺。確かに、もう、ね、確かに、石川直選手は、DWO に輝ける場所を求めて、このリングに上がってきてくれたわけなんですけども、ね、ただ、僕が言ったのは、背中を押すよって言ったわけであって、うん、別にその、君のステージを用意してるわけ、用意してるよとは言ってない。うん、その場所を作るのは自分自身だと。なるほど。ただ戦える場所の、用意はするよ、あとは自分自身でやってねっていう感じなので。まあ確かにそうだよね、はい、今言ったつく選手の言葉っていうのは確かにその通りだな。まあそうだよな、ね、すげえ的を射てる言葉だよね、はい、やっぱなんだろう、勝つ方法は教えれないけど勝てる場所を用意できるのは間違いないじゃん、はい、ね、勝つチャンスはね、勝つ方法は教えれないけどね、はい、戦える場所っていうのは戦える場所な、はい、確かにできる。すごい、第2試合でメインイベントで、まあそれはそう、全2試合だからそれは仕方ないけど、ほら、はい、来たぞ。来ました、ほらフリーダムズ代表。ほんとだよ、初対戦ですね、俺からしたらもうたまんないよ。俺ちっちゃい頃から見てたんだから、佐々木隆さんっつったら、はい、そうだそうだ、すごい見てたよ。やっぱDDT とか見に行った時とかやっぱいたしさ、あ、すごいやっぱこの人すげえな、かっけえなと思って見てたもん。セコンドには DWO を作った、うん、上田朝日さんの姿もありますね。本当だよな、あいつ何がしてんだよ。あいつ何がしてんだよ。なぜかそっち側についちゃう。そうそうそう、こっちじゃないんだ。むちゃくちゃだよ本当に。お前に散々言ってたのにな、いざとなったらこっちつきやがってな。何がしないよくわかんないよ。読めない大人だよね、あの人。いや、まあそうですね、ほんと謎の人です。読めない大人だけれども俺こういう大人大好きよ。やっぱ基本、はいはいはい、基本狂ってるじゃん、はい、でも狂ってるけどさ、心の中の頭はいいからさ、はいはいはい、それはすごいです。そして先ほどの入場テーマで、はい、ね、これを入場テーマとしてね使わせていただいて。そうなんです、はい、私今もね、ミュージアテーマとして使わせていただいてるんで。そうなの？そうですよ。あ、そうなの？その日からずっと DWO で来てて。もう入るタイミング分かった？分かってないです。ちょうどね、この時だよ、俺ら話してたんだよね、はいはいはい、どこで入ろうかなって。どこがいいっすかね。そう、お前めっちゃ探り探り出てきたの。お、マスク変えた？変えました。 DWO の喧嘩の班長、あ、もう最初から行くしかないじゃん。もうその最初から中指立てるしかないよ。お気づきでしょうか、私がオープニングで喋ってたマスク、うんうん、そしてコスチュームと姿が違うことを、ね、別人。私です。お前の何、生き別れの弟とかじゃない？違います。、はい、私弟いないんで。そうだよ、これこの X で X、X、うん、これだって、ね、本当僕らも知らなかった、ね、誰だ、誰だと思うね。これは私が昔使ってた入場曲です。そうよね、はい、俺が思ったもん、あ、やっぱこれ偽物なのかのこと、目の前の。こっちが、これは、出た、これお前の弟。お前の弟じゃないです。お前の後輩だろこれ。そうです、お前の後輩、後輩です、後輩です。血縁関係全くないです。絶対強いじゃん。絶対お前より強いじゃんこれ。これはこれやばいね、この4人で一番体でかいね。ドラゴンがお前平田太郎を言ってほしかった。これがやりたくて、うん、死んだのがループで。だとしてもね、それのためだけに用意したって言ったらだいぶ強い人よ。平田くんだってさ、もう平田くんって言っちゃうけどさ、平田くんだってさ
はい、俺ね、DDT さんがさ、はい、DNA ってやってたんだよ、はいはいはい、その時に俺、控え室から一緒になって、はい、挨拶してもらったんだけど、はい、やっぱ、その時からでかかったもんね、でかいですね、うわぁ、いや、俺、捕まってるよ、ずっと2対1だよ、おぉ、すごい。すごいね、俺昭和のナックルの打ち完全に星野勘太郎さんみたいな確かにおドラゴンサポうぞああそらそうだすごいお約束すぎるお約束がすぎるんだよお前お前これやっぱ正直やっぱドラゴンリングしたかったしたかったこれは狙ってました狙ってたけど次何しようって考えてスーパーバカじゃんお前やったはいいけど何しよ う, もう隠す気ないもんなって隠す気ないよそれだってどう見ても平田じゃんこれは平田くん最近フリーダムズすごいねもう、はい、もうメインイベントのレスラーでしょ、はいだってこの前ジャックとやったんでしょやってました負けたんだっけ負けました残念ながらいやーでもすごかったよねバカすごい試合しましたから、ね、バカすごい試合した、はい、いやだからそれに勝つジャックってやっぱあいつバケモンなんだバケモンおお仲間がいっぱいすごいあーあーあああああれもコスチュームも新しくしてんだよねそうですそうですコスチュームもマスクだけじゃなくてマスクだけじゃなくてこっちの方が良くないロングタイツにしましたこれベロワ生地？ベロワです。あ、いいね、はい。ただのベロワではなく、うん、クラッシュベロワ。何をチャラついたこと言ってんの？何がクラッシュベロワじゃするかボケ。だからちょっとね、柄っぽく見える、ね。そう、かっこいいかっこいい。なんか光当てるとかっこいいよこれ、はい。おしゃれなもん作ったね。これ D.W. のために作ったんでしょ？そうなんです。だってケツに D.W. って入ってるもんね。はい、あんたの本気が、こういうところであんたの本気が感じられるよね。結局、はい、マスク一新したりとかさ。このマスクめちゃくちゃいいじゃないですか。そうなんです。ずっとこれ？今はデザインは元々は違ったんですけど。あ、そうなんだ。はい。この時からちょっと一新してました。はい。だ今平田だ。いやいやもう平田。いやもういいだろ。が被ってるマスクで今まで試合したんですね。あ、そうなんだ。はい、これ何？平田のマスクはじゃあ何？もう一個あったのこれ？これ、はい、私が、うん、念のために。うんこのマスクを持ってきてたんですよ、うん、あ一応ね、はい、スーツケース入れておいて、うん、持ってきてたんですけど、うん、それを知らぬうちにこいつが多分被ってたんですよあれだな俺平田くんの性格を知ってるから、はい、分かるけど絶対にそそのかされたよねそうですねこの子が自分でそんなことをやるわけない、はい、入場してきた時の目を見れば分かる僕来て大丈夫ですかって顔してたおおこれ待ってこの子ミドル使うの？あ使います使います。待ってダメでしょこの体で。このしかもレガースもなんもしない。お前なんか細い枝みたいなタオルかもしれない。公園に落ちてる枝かと思って今の。あんな落ち方す待ってこれ110ぐらいある？110はないですけどもそれ近くはあるんですか、ね。その体であんな綺麗なミドルキック。ちょっとやばいでしょクソ重いクソ重いでしょクソ重い本当にすげえな本当だレガース履いてればまだねあれなんですけどリングシューズなんでああ平田の足も確かに痛いんでしょうけどまあまあでもまあそれ以上に私もそれ以上にお前が言っていた話だよこれだいぶ地獄みたいなことしてんなもうね、ダメ、こいつでかいでかい、ほんとに俺もだいぶでかくなってくるでかい、ね、無理無理無理、平田の方がでかいもんまたこう見るとどんだけでかいかが分かるよねああ捕まっとんの、リブレずっと捕まっております、私まあでもな、佐々木隆さんからもしてもね、やっぱ本当にあれだもんね、もう生え抜きのなんちゃらかんじゃないですか、はい、ね、言ってたよね、
可愛いからこそのやっぱいじめるってのもあるよ。そうですね、はい、小学校の時にさ好きな子めちゃくちゃさ、はい、ブスって言ってたんだけどめっちゃ好きだったその子、はいはいはい、めっちゃ好きなのにすげえお前ブスだろみたいな言ってたんだけどあれ何なんだろうね、あの裏返しちゃう気持ち何なんですか。自分だってそれはやったことないんで俺すごい分かんないですよね本当に。めちゃくちゃバレンタインとか、はい、その子から欲しかったんだけど、はい、でその子もなんかブスとか言ってたんだけど、はい、なんかいやうるせえよジョーみたいな感じだけど、はい、笑いながら言ってくるよ、はい、だから俺も笑いながら言うみたいな、はいはいはい、そういう関係で、で小学校の時小学校ね5年生ぐらいの時に初めてその子からバレンタインをもらったんだよ。ほだからもう相思相愛なはずなんだけど、はい、嬉しい嬉しい。その時ね周りにね俺の悪い友達がいっぱいいて、はい、おなんだよお前じゃあお前もらってんのかよチョコみたいな言われちゃって、お前普段ブスブス言ってんのにそんなやつからもらってんのかよみたいな言われて俺最低なことしたの。俺その子のチョコ目の前で捨てたの。くいや俺ねでも心の中でうわっと思ったんだけど小学生あるあるだよね、いらねえやみたいなこんなみたいな、はい、周りの友達に強がっちゃうの。はいはいはい。でそっから小学それが小学校5年生な、小学校6年の1年間その子口聞いてくるの俺に。当たり前だよ、そりゃそうですよ、当たり前だよな、かわいそう。いや俺ほんとねあれはね未だに申し訳ないと思ってる。しかもほんとにね好きな子ですよ、お互い多分好きな子なんですよね。そうまだ言える、菊池みなみちゃん見てるかな、うん見てるかな、絶対見てない多分未だに嫌いだと思う俺のことあの時はほらまだ俺あのまだあの、はい、坊主だったからまだまだ、はいはいはい、ちょっと体のでかい坊主だったからまだ可愛かったけど、はい、今こんな赤毛のこんな三つ編みしてたら誰も近づかねえ分かったとしても分かったとしてもジョー・アキラは嫌だっていや本当だよ、めちゃくちゃ、いやめちゃくちゃ謝りたい本当に。なんなんですかねそれ、なんなんね好きの裏返しみたいなさ。確かでもいや俺ほんと最低なことしたの今何思ってるマジで。やっぱ好きな、いやその友達の前だとね、そう調子乗っちゃうんだよな、はい、バカだから。あーあーああ、お前いい加減帰ってこいよお前は。ずっと使う、なんとか反撃したいんですが。本当だよな、チャンス。おー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 おおわあ、ようやくようやくようやくです。また俺とお前よう赤と青で綺麗に分かれた ね、 分かりましたね、綺麗に分かれたねちなみにこの俺が着る赤の DWO が非売品の、あ非売品です、ね、俺専用の、はい、世界で1個しかないだ。いいな赤かっこいい。ああここで2人見たかったのに邪魔しやがって。でオタクの代表、オタクだよ本当に。ああでもああやっぱもうジョーさんもやっぱパワーすごい、うん、腹悪いな見た目今更ごめん自分で気づかないんだよ気づいてくるこんなさあ持ち上がらん。おお、うわすごい。あのね、スタミナ使わないよこいつ投げんの。確かに。あー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 あああああああ、うわ。シンプルで一番痛いのこういうのが。ああ。もうきつい。ジョーさんって今何キロ？103ぐらい。103キロを余裕で持ち上げて捨てちゃおうとして頭おかしいでしょいやでも、ね、でも大きさ的にはそんな若干平田がでかいぐらいで結構打ち込んでんだけどな。おお、五分だな。そうですね、ここも青だ。おお、重そう、しゅー、あー痛い、重そう。おー打ち合い、負けるな負けるな。やっぱねすごい熱い。おーおーおー、ああシンプルに痛い。やっぱでもダムズだと平田より大きい選手っていうのが
マンモスさんとかジャックとか。ああ、そうね。マンモスさんはもう別格でしょ。はい。マンモスさんでかすぎるじゃん。になるので、でもこういう戦いっていうのはあんまり見ないんですよね。ああ、そうだね。はい。すごいね。キレッキレやな、オタクの代表。でもね、嬉しかったよ、この時。やっぱ技食らいながらだけど。はい、うわ、俺、あの佐々木隆と試合してんだと思って。やっぱ、いや、嬉しかった、やっぱ嬉しかった。ファン時代に見てた人が目の前にいるんですもんね、うん、俺だから去年ピン出したの、この時確か俺。おお。ピンタでやり返す。そまっとうん。おお、顔面完璧に当たった。完璧に当たった今。めっちゃ顔面。さあ行け。しば。いいね。ああ今いいとこだったよ。ああ。今いいとこだったな。いや惜しかったね今ね。おお。おい。ああ。わあ。こんなんこんなんな。初タッグにしたらいい連携だったね。そうですね。綺麗にうまくいったよね。はい、うわー決まった。決まった。さっきミスったからな。ここは決まった。よかったな。投げたい。ね。ここもうぶっこ抜きたよね、はい、あーいやー、やっぱこうね、いいね、男見せたね、ここはね。普段私は投げ技を使わないんですけど、ここも意地で。あ、普段投げ、あ、そうだよ、はい、そういう選手じゃないもんね、はい、使わないようにしてます。あー、なるほど、はい、まあ、確かにそれ以外に見せ方もいろいろあるしね、はい、投げ技はもう平田とかマンモスさんに任せればね。あんな見せられた後にお前の投げ技見てもこいつしょっぱいなんてなるだろ。説得力ないよ。ないよな。それはしょうがねえ。お、飛ぶ。これも久しぶりの。ああ。一発決まってもう一発決まらないのがずっと続いてるね。そうなんですよ。ああ。さっきからずっとさな。はい。やっぱうめえな、殿はペースを握らせんのよ。いや、このスプラッシュもだから、うん、肩の怪我があるんで、うん、今まで本当に出してないんですよ。じゃあね、はい、解禁したのに。解禁したんですよ。解禁したのに迎撃されてるっていう。めちゃくちゃかわいそうだな。覚悟決めて飛んだのに肩また壊すかもしれないのに。そうなんですよ。あー、もう攻めがいちいちきついのよ、ね、さっきからずっと言うて顔余裕だもん、ね、余裕ですね。あーえぐいね。すごいね、ドラゴンコールってすごいね。ドラゴンコールリブレじゃない。普段リブレ。普段リブレです、はい、普段リブレ。ドラゴンなの、この大丈夫これ。ドラゴン、ドラゴン。大丈夫ですよ、ね、きっと。ドラゴンコールってすごいね。ああおー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 耐えた。おお、耐えたね、耐えたね。よう耐えたね。この時残りの HP どんぐらい？30分ぐらいか。もっと少ないですね。もっと少ない。15ぐらいかもしれない。ああこれで10ぐらいか。今ので10ぐらいか。神声で10ぐらいだ。
あら、あ、結構15分もやったんだよ、ね、やってたんですね。あー、もう 10% しかない、勝てない。もうこれすごいね、これ大乱闘スマッシュブラザーズってもう 120% ぐらい溜まってる状態だ。一発で弾き出されるから。そう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 。もうあと右スマッシュのね、右 A のスマッシュバーンってなったらもう一発で、はい、飛んでいきますよ、ね、そう、もうとっと、もうこれ終わるぜ。 120% はいってるね、これも。やめてくれ。あー、もう飛んできましたこれ。おー、危ない。もうね、これジョーさんいなかったら危なかった。いや、もうだって銃の状態でこれ食らってもうね。おお、やってるよお前。うお、お、お、これだ。あー、決まったー、決まったー。あー、嘘だろ、嘘だろ、鬼だ、そんな鬼すぎるよ。あれがなかったらねえ。わあ、ほらもう平田もだいぶきつい顔してきたよ。おー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 おお、お、メサイ、いけない、メ、メ、あー、確かにもうもはやマイナスだなこれは。ゼロからの勝負だ。あ、あ、あー、なんだそれ、それは何、それは何、後方返す河川敷でやる技だよ今。あー、技じゃないの、シンプルなぶん殴り。あ、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 リブレ、リブレ、カー返す。おお、お、大丈夫か、マイナス50ぐらいってなってる、マイナス50ぐらいってなってるもん。すごいぞこれ。あ、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 叩きつけがえぐい。いや、ダメでしたこれ。いや、仕方ねえわ、あの俺でも、はい、あの畳みかけもらったら無理かもしれない。さすがにきつかったですねこれは。いや、あんたすごいね。やっぱまあ旗揚げ戦で主役やしね。はい、それやっぱ気合い見せないかんから、まあしょうがないよこんだけられんのは、はい、だとしてもようやったね。いやー、ちょっと自分でもそう思いましたね。いや本当にあの俺あんま人のこと褒めたくないけど、ようやったねあんた。いやいやいや、あのラリアットをよく、いや、あのラリアットが、ね、あのその後の、ね、ドクターボムとかさ、はい、ジャーマン、はい、あったけど、正直あのラリアットが一番強かった。あれ、あれ人が人にやっちゃい、あ、ダメだよ。お、お言葉が、はい、朝日さんが用意した、今一番お前が恐れていて一番お前が負けたくない男、お前だろ。新ドラゴンリブレ。おい、なんだこれ。あ、どうする、そのままドラゴンリブレの名前こいつに譲るか。おい、知らない、嫌だって、かぶってるくせにね。
でかい壁にもぶち当たって当たって当たって砕け散ってでもプロレスでもっと上を目指せよ。俺だって火災だって若い頃に子供作って夜な夜なアルバイトして地方事業から帰ってきてそのまま早朝アルバイトしてそうやって家族を守ってきて今があるよ。俺らにできてお前にできないわけがない。リブレ今日は惨敗だったかもしれないがお前ならね DWO っていう今日働く団体まだまだ心が折れてないんであれば第2弾第3弾やってその上でお前の気持ちを俺たち仲間たちにもそして応援してくれてる皆さんにもしっかり見届けてもらえ。泣きそうになるぐらいいい言葉だよ。プロレス界の父ちゃんみたいなもんだよ。ああ間違いなく言うたらそうだな、はい、父ちゃんからの言葉だよこれはもう。めちゃくそいい言葉じゃん。一生忘れるなよ。忘れないで、お前が一人前なことでしっかり恩を返せ。いや、すげえいいこと言うよ。ここに染みますね。染みるな、これな。これすごいよ、ね、そうなんですよね。これすごかったね。同じ日に生まれたんですよね。めんどくさいことを気にして、これだけの日になるなら、ここを高く意味があると思います。リブレ、パパになって頑張れよ。今日はありがとう。僕はこのジョーさんの言葉も、うん、ちょっとあったかく聞こえてですね。まあ、はいはい、いや本当でもマジなことだからね。組んでいただいて本当に良かったというふうに思いましたね。今日タグをかけるなジョーさん、ジョーさんありがとうございます。本当に今日はタグを組んでくれてありがとうございました。カミカミだな。余裕ねえんだろうな。もうないですよ。しょうがねえんだな。試合では無様だ格好をお見せしてしまったんですけども、まだまだドラゴンリーグは終わってないんで、これでプロレスラー人生を諦めるようなそんな男じゃ俺はないんで、俺は諦めの悪い男なんで、無駄かもしれないですけど、俺はこっから這い上がって必ずてっぺんを取ります。いいね、宣言したね、ちゃんと。あ、来た誰だお前は、これ誰だお前もヘナチョコじゃねえか。もうフラフラですからシーンとなっとるぞ、うん。これが全て、このお客さんのシーンが全てで、確かに、うん、さあ来るぞ、しょっぱいマイクが。なんだよおい、俺朝日さんに連れられて、来たと思ったら、なんだこれ公園のいじめっこか。いくつが転がってるじゃねえかよ。あ、紹介遅れました。私、神奈川県で元警察官やってました植木坂幸です。
んだ DWO。 お前会社に守られてばっかだよ。なんだ今度 DWO 旗揚げしてまた今度は DWO に守られてるってか。おめえはなそんなおんぶや抱っこされてアマちゃんでお客さん全然応援したくねえよ。そんなんじゃそんなアマちゃんじゃおめえは全く全然応援したくねえからよ。いいかお前は次俺がぶっ潰してゴミクズのお前をこのリングからきれいに掃除してやるから覚悟しとけよ。今度は俺の番だから楽しみにしとけ。まとまりがないね。DWO 今度俺出ますんでよろしくお願いしますね。よろしくお願いします、はい。お前はもう用済みってことだよ。お客さん申し訳ありませんがこれからは植木孝之の時代が来ますんでこんなドラゴンリブレより私植木孝之をよろしくお願いします。いや、喋るのが下手なプロレスラーが喋ったマイクだよね、はい、完全にいやもう、まあ、要は DWA 出たいってことですね。今とてもピンチです。この空気感そして何ともコメントしづらい襲撃してきた選手これが笠井さんとかおおやってやるぜオリスマッチで何でもやってやるぜと思ったけど植木実に中学ですコメントしづらいです平均です。さあこの平均の選手をどうぞレースのろしてください。だいぶきついでしょ、まあ、この無茶振りきついでしょ。来たかもしれないですけどなんか本人はカッコつけて来たかもしれないですけどお客さんの反応が全て物語ってますよね。別におおともならなければ拍手も起らないそんな人間なんですよあいつは。だったらまだこのドラゴンリプレイを見た方がまだいいんじゃないですか皆さん。おお、この反応があるじゃん。まだいい。上距離はいい。上距離があるじゃん。乗り込んでくるとは思えないんで、あんな臆病、一人じゃ来れないんで、誰かしらパートナー連れてくると思うんで、その時は僕の正パートナー、上脇とか迎え撃って、必ず、上田朝日を連れてきたかもしれないけど、ぶっ倒してやりますか。それがいつになるかわからんけども、いつになるかわからんけども、その時は皆さん、また応援をよろしくお願いいたします。と言っておきながらなんですけども実は次回大会がもう決まっております。あれみんな知らなかった。マジです知らなかったですか。知らなかった。マジか。マジです。一発目じゃない。2回があります。やったー。マジですよ。皆さん見たいですよね。次回大会見たいですよね。餌もらったクマみたいな顔もしてる。立ってるのはすみません。次回大会9月25日ここ横浜ラジアンドホールで開催いたします。チケットの方は、今からあちらの売店の方で、はい、販売いたしますので今日見に来てくれたお客様全員必ずチケットを購入してまた次回も応援をよろしくお願いいたします。締め締め締め。どうせみんなリング上がってください。リング上がって何
だっけこのメガドラの記事、なんだっけ、なんだっけ、代表のチップ青木、あ、チップ青木だ、はい、忘れてた、メガネの記事代表代表ですよ、DW は代表ですから絶対学生の時いじめられてたでしょそういう顔してんのいやー終わったね、すごいね、はい、うわほらすごい WWF の時代みたいな DW すごいプラカードが上がる、プラカード上がってすごい ね、 ですね、日本公演第1回の WWF みたいな横浜でやったんだよ、はいはいはい、あれ小学校になってた、多分だけど小学校ですよ、え小学校第1回の横浜アリーナ、アリーナです、ロック対ジェリコのメインか、はい、で第1回がウィリ第 1, あの1試合がエッジ対ウィリアム・リーガーだった、へえめちゃくちゃ覚えてんだからこっちは、自分は、姉ちゃんが中学の修学旅行から帰ってきた日すげえすごいその覚え方だねだからその後週刊プロレスめっちゃ探しましたから、ね、あそうだよね、はい、まあ、プラカードなんですけど、まあ用意したのは我々なんですけど、実は、200枚ぐらいあったんかな、全部裏に自分のサインを入れました、何その売れっ子アイドルみたいなで売れっ子アイドルでしょ、一言ずつこう、書いてるんですよ、一言うんちみたいな小学生じゃないでは今日はありがとうございました、あそういうことね、はい、お前のことだから代弁は絶対流しましょうみたいなそういうなんかなんかでも一個だけそういうギャグみたいなのを入れたはずなんです、どうせつまんねえギャグだろお前うめえこと言えねえんだから、それを持ってる人はレアですそうだね、確かにね、はい、何これみたいな、はい、もしかしたらまだまだ分かんないな、200枚だから余ってるはず、200枚さばききれてるかどうかも分かんないしね、はいはい、まだねいや頑張ったね、確かにあんたそういうのに関してはできれば歩きたくなかった、歩きたくないよ車椅子かなんか押したよ歩き方がおかしいもん、いやもう余裕ない人の歩き方あれうちの母ちゃんと同じだあれこんなとこまで撮ったんだ何これどこ、あ、あれがフロアか最初の腰もうねもう一発なのにうん、もうボロボロになった、 DW の D がなんか剥がれたっしょ、あーもう剥がれました、俺見てて思ったもんで最後の平田のジャーマンで背中えぐれてました、はい、さあ終わりました、はい1回大会、はい、まとめると植木のマイクがしょっぱかった、はい、植木のマイクがしょっぱくて、ね、リブレのコスチュームが壊れた、はい、壊れたねそして関係ないところで、はい、背中がえぐれた、えぐれた、そして平田は平田だった、平田は平田だった、ええ、はい、これでまとまったね、まとまりました、ね、はい、まとまったのかどこがまとまっとんじゃん本当に、まあまあ第一試合は女子でね、いろいろ試合前に話がありつつの、はい、まあ、その中で石川直選手がどういう風な試合を見せるかっていうところだったんですが、はい、最後は、鈴木鈴選手にやられてしまったと、うん、いうところですね。でもさ、試合後は、はい、まあ、DW なんてもうやってらんないよ、ね、言っちゃったね、言われちゃったよ、はい、本当にここは輝ける場所じゃなかったのかよっていう感じだったんですが、はい、つくし選手の、はい、いい言葉があって、輝ける場所は自分で作るんだよと、いうことでね、ひとまとまりは、しましたが、どうなんでしょうね、あの女子部門の人たちで言うとあまりリブレにはついていきたくない感じの雰囲気なのかな、今から出るこのアンケートが、はい、もう多分俺の予想言おうか、はい、多分俺らはないと思う、ない本当ですか、いや、じゃあこれアンケート、アンケートやる、やりは、もう出ちゃってますもんね、これね、すごいね、これ 50% だよ確かにこれパチンコで考えてみる格変か通常かで大体通常だから、大体通常だよな、分かる、大体通常だよ、ほんとね500とかハマって当たって通常って、もう俺泣きたくなるのまた時短みたいな、単発かまた単発引き戻せんっつってこっから格変って、いや無理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 319引けアホアホって無理無理無理さあ、ね、この 50%、はい、大体ほらニコニコさんのね、このニコポロさんのアンケートって大体こう5つか、はい、ね、
まあ、6つぐらいある中でこうね、はい、こう中でこれが 10%20% みたいな感じで分かれてるけど、はい、もう2択ですから、2択だよもう本当にこれどうなるかどうなるでしょうね、うん、よくところで、はい、はい、結果を出します、はいはい、いいですよ、もうジャッジメント、ほらーこらーどういうことやこらー、おいなんでやおかしいやろお前忖度なしで忖度あるやん、おい、え、おい、そりゃそうですわ、あ、頑張ったんだけどな、ここからです、そりゃそうですわ、頑張ったのになあんなに返したよ俺、いいね、この 62.5 と 37.5 これ実にこれがいい、これが例えばよさ、はい、例えばなんていうの80と20とかだったらさ、はい、なんかいやみたいな、いや頑張ったんだけどなって言うけど、このリアルじゃん、リアル、リアル、これがこれ100ゼロでもなんかイエーイみたいになるけどさ、はい、この割合のいいよね、 62.5 と 37.5 ってちょうど笑えるのよこれが、はい、リアルな数字、これすごいね、これガチンコだよこれ、ガチンコです、これ面白い、ね、いやーそうは、くそ、まあまあまあ、飽きまへんなわ、飽きまへんけども、まあまだ次の試合があるんで、本当だよ、次の大会あるんで、ここでまた、まあ、最後良ければ全てよし、さすがにかわいそうで言われておりますよ、かわいそうだよ本当に、我々頑張ったんだよ、我々言われてますよ、頑張ったんだよ、さすがにかわいそうってくさー、いやいや、いいね、まあ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 面白かったよ、いや、なかなか笑えたよ、あの 62.5 と 37.5 って、はい、いや、良かった、いい数字だった、まあまあまあ、いや、でもね、次の試合、次の大会で、はい、はい、挽回できたらと思いますので、はい、はい、次の大会は何、もう放送しちゃうの、放送しちゃいます、すぐ行く、行きますか、行きます、はい、じゃあ放送しちゃいましょう、俺はトイレ行ってくるからリブレは喋ってろ、わかりました、よっしゃ、一人でじゃあ喋ってますじゃあ、第2回大会、それでは皆さん一緒に行きましょう、どうぞ、前回大会は、音声で流れてたんですね、が今大会はリングの上に上がりましてっていうところかな、はい、生中継がなかったので今回は下目のみの映像となります、はい、生中継がなかったので今回は、あ、そうか、はい、そうかそうか、そうだそうだ、音声なし、聞こえないなって言ってます、やり直しますか、聞こえてない感じですか皆さん、一応もう一回頭から、これ今ブーってブザー鳴ってるんですけど聞こえてます、あ、聞こえました、OK、ブーッと、OK、はい、ご覧いただきまして誠にありがとうございます、はい、今回は DW 技術着てる方も違うの、前回の流れだと多分歌ってる方もいらっしゃると思うんですが、以上、説明をしておきます、はい、まず DW というのは何だということなんですけども、DW は今年の5月のゴールデンウィーク、横浜プロレス祭りで、始まった、はい、生まれた団体が、マイクの間で会場を少し上げてほしい、代表としてこちらのチップロンさん、はい、で私が、
代表、そして田中さんですね、で女子部のエース兼 GM としてですね、アクトレスガールズの後半ライン選手、さらにはアイスリボンの鈴木スー選手、それから星ハムト選手、それから西川直選手、アクトレスガールズから青野美希選手、はい、でさらに、アルバニーメからの、ジョー・アテア選手、このメンバーで BWO というものが始まったんですが、物語が始まったんですけれども、それが本物の団体となりまして、今日2回目の大会を迎えております。はい、まあね、前回は、お客様が結構ね入っていただいて、まあ、満員っていうくらいのねお客様が入っていただいたんですけど、まあ基本はちょっと見てみると少ないちらほらっていう感じが、まあ、正直ね正直そうなんですけど、まあやっぱねこれはねこれはやっぱ女子がねあんまりいないんで、アイスリボンの選手とちょっと別件でねあったりとか、あそこで使われてもまだ別の試合があったりとかですね、あとコラソンのメンバーはそれもちょっと別で、忙しくてこの会場に来れないっていうのもあってちょっとね、お客さんの意味が浅くしがなとは思うんですね、はい、まあパパになって2回目、あ、初めての DW なんですけども、ちょっとねこの客入りじゃね、このテンションが上がらないんですよ。せっかくパパになって気合い入れてこの DW をやってやろうと思って頑張ってたつもりなのに、蓋を開けてみると、やっぱ、この人数のお客様っていうのは、ちょっと、僕は寂しいなっていうのは思ってるんですね。いや、ちょっと待ってくださいよ。リグレさん、いや、ドラゴン、こんなね、弱気なドラゴン見たくないんですよ、僕は。ねえ、お客さん。説教食らってるお前いじめられっ子みたいなおっさんにいじめられっ子みたいな おじさんにガチ説教食らってるじゃん、はい、とんでもない空気ですよ、お前、まあ、しょうもないのお前はこれ間違いないです、これは完全に僕が、気持ちが違ってます、宣言を撤回いたします。今日ここに見に来てくれたお客様のために僕は全力で戦います。お客様は少ないかもしれないけども、今日見に来てくれたお客様一人一人の心に残るような試合をして、次回の大会につなげたいと思います。だから皆さん、ぜひとも応援をよろしくお願いいたします。いいやつやの、はい、どの団体にも負けない、その後フリーダムとありますけど、フリーダムとも負けない熱い戦いをして、面白い大会にして今日は終わりますので、皆さん最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いします。ここにあれが欲しい、ちょっと待てってボタンが横浜
冒頭の、部分ですね。お前も言い訳ばっかのやつやったの、お前もしょうもないの、本当に。確かに俺も思ったよ。これ多分みんなが思ってるもんね。入場した瞬間に寂しくないって思って、まあでも言いたくなる気持ちは分かる、まあはい、本当に、ね、うん、なんか柄悪いの、柄悪い状態。俺もさ、この髪型ブレーズっていうんだよ、はい、ドレッドじゃなくてブレーズって言って、はい、山下里奈さんもこれブレーズっていうんだよ。お、何が違うと編み込んでるか三つ編みの違いなんだけど、はい、俺らは編み込んでなくて三つ編みなんだよ。で、あ、そうなんですか。山下さんもこれはブレーズなので、よくこう2人でこうブレーズの話するの、はいはい、やっぱこうお互い維持するの大変ですよねっつって、よく言われるのが、上下さん、ジョーさんこれ地毛ですかって言われて、はい、俺地毛なんだよこれ、エクステとか何もつけてないから、はいはい、山下さんはエクステつけてるらしい。あ、そうなんですね。そう、大変らしいんだよ。俺はもう全部、もう全部こうやって赤く染めて三つ編みにしてるんだよ。ちょっと待って、これ誰でですか。シンドラゴンリブロですね。これカピーじゃないの。ほら、ほら、このこれ、これカピーでしょ。確かに。だってカピーと T シャツ着てるしね、え、これカピーや、今回は平田ではなかった、うん、ずいぶん身軽になったね。平田セコンドいますから。平田ではない、平田ではないことが分かった。あ、こいつマスク映えしない顔してるね。しないです ね、あるじゃん、マスク映えする目とかあるじゃん、はいはいはい、マスク映えしないんだね、しないですね。あ、素顔の方がいいんだこの子。おお、ここで押し上げないで。ああ、もう DWO はこう寸劇が多いな、本当に。はい、DWO はこれから始まります。本当に。はい、ちゃんと SNS の話しかって悪いんだけど、前回新ドラゴンリーグで中にあれ引き渡でしたよね。その平田見てみて、何もないんだよ。そうでしたっけぐらいの。そう。格付けされてたり、見合わせされてたり、私実は平田くんじゃないかってすごい身構えて生態部行ってめちゃくちゃ遠いとしたんですよ。お前加藤やろ。お前は。違うリブレ、リブレ。違うリブレ、リブレ。リブレそんなこと言わないの。ほらほら、知らし知らーって顔してる。腹立つ顔したんだ平田。でもね、山下さんは女子の枠じゃないの。違う、メンズ枠なの。平田はもうちゃんとあれだもん、セコンドのね、はい、ね、これもうマイク回収して、わあ。だってパワーだけで言ったら山下さんのが上でしょ。全然上ですね。取れた。取れた。もう。中途半端。ってことは、こいつはこれを壊されたことによって、また300円払ってる。そうですね。こいつが、ね、破産するには、
この細胞ちゃんをどんどんぶっ壊せばいいんです。そうですね。さあこいつもたった300円だけど、塵も積もればですよ。確かに10個買えば3000円だよ。一気に10個持ってきてくれたね。10個壊してる、全部やばい、全部ぶっ壊してるよ。本当にでも多分ジョさん買ってって言ったら俺多分買っちゃう。なんでよ、なんえいいよっつってグーパーシンプルな喧嘩なの今のはシンプルな喧嘩のやつの普通のボディーブローあー痛いって。だってカトリの方が細いんだもん。確かに山下さんの方がでかいですね。これ一つ言えば掃除大変でしたね、これ。綿はそうだよ、取れない取れない。ああ。正直正直。見えてない、見えてない、前髪が邪魔してるひでえ。あ、取れた取れた。すごいね、今神がかったタイミングだね。山下さん笑ったな今。あんなタイミングで外れたら笑うでしょ。いいね、神が降りたね今。いいタイミング、ね、いいタイミングだよ。ちょっと吉野さんも突っ込み損ねたもん。あまりにもいいタイミングすぎて。ちゃんと紐結べよ。そう、取る気満々や。お前っていうキャラクターが雑に扱われてるな。前回といい今回といい。そうですよ、本当に。ほら紐を盗めよ。なんだこの時間は。すごいね、吉野さんがね、お父さんが初めてのね遠足に行く子供の帽子の紐を締めてるみたいな。ああ。ね、ああ。ガシャ、おお、ちょっと変な感じで入ってきた。カトリのドラッキーってあんま見ないかもしれない。あ、本当にあいつやんないんだ。全然見ない。あ、本当、なんかやりそうだけどこいつ。おお、どうしたどうした。理由は？入れたおかげで今ジャンプ低かった気がしますけどね。ね、うさぎのせいだな。ほらほらほら気にしてるの。あ、それだけ、それだけが狙い。そしてこの平田の顔が気になる。今までのことがなかったかのように、今までの前回のこととか全くなかった、ね、初めて DW を見ますみたいな顔してるもんね。平田にだって聞いてみたら、うん、あれ平田だよねって普通に聞いたら、うん、違います。記憶ない。記憶ない。言ってる。そんなわけねえ。そんなわけねえだろ。あれもみんな朝日さんも認めて平田だよって言ってるけど、あれ平田じゃないの。うん、記憶ないです。
って言ってる。白子やつだもしかしたら違うのかもしれない、ね、すごいな手形の、だから兄弟かもしれないですねにしちゃよう似とるわあーあーあーなんかわけわかんないことになってるね。わーすごい違い。まあ、何がすごいって、まあ、言うてカトリンとさ、あざといだなんだかんだ言うてるけど、まあ、マスク外しちゃったじゃないかな、はい、言うて男の人、はい、それと やっぱ山下さんもやって引きを取んないっていうのはすごいですね。そうですね、まあ、カトリンがいくら細いとは言え男の力っていうのはやっぱその、はい、あもうこれはもう差別とかじゃなくて、はい、でもその、なんかその生物学的な話をそうですね、ね、どうやったってやっぱさ、ね、男子の方が女性よりは足速いな、オリンピック見るのもそうじゃん、はい、ね、それと普通に打っちゃってるから、はい、ほら、むしろ押してるでしょ。あーっと入った。うわー、あー、あー、あー。インプラントか。お、お、おお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 、今の言ってえな。すごいね。今はインターで入りましたね。ああ、あ、やべえ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 、多いなぁ。おおお、綺麗。カピカピ頑張れ、カピカピ、あー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 、いいいい、あ、いってこりゃこりゃ無理よ、こりゃ無理よ、軽々とでも、そう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 、軽々とすげえな。そう、山下さんの体熱いね。そうなんですね。うわー、出た、ひなた本当にこいつってさ、控え室でも本当おとなしいよね。喋んない、喋んないです、ね、はい、俺、ほら、俺だからさ、こう結構、はい、あの人と喋るのすごい好きだからさ、はい、あの、おー、平田君みたいな感じでさ、はい、イエーイみたいな感じでさ、はい、ふざけてチョップとかすんの、はい、でパーンってするとさ、他のやつだからさ、はい、何するんですかみたいな、はい、みたいな感じの平田だけさ、パーンってやってもさ、あ、お疲れ様ですわかるよ、すごいです。そうじゃない？痛いっすも言わないっすもん、ね。そう。なんかふざけてさ、ズボンとかも俺下ろしたの、はい。イエーイとか言って、バーンっつってやったの。それなんか、あ、あ、あ、おはようございます。普通に目を見て。そう、普通に。そう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 。感情ないのかなって思っちゃうよ、たまに。こんな圧つけて、試合やってまで、やってらんねえよ、マジで。あれ？おー、いい、バカ野郎、お前。なんだろう、あのさっきのつくしさんといい、はい、ね、あのこのカピーといい、はい、EW の T シャツを蹴ったり、そうです、あなたのマスクを蹴ったり、よくないですね、よくないですね、あなた、あなた、存在ですか、かわいそうだね、本当よくない、本当に、あれは今見て腹立たしいですね、すごく、あいつ今度会ったら、ちょっとやっちゃうか、やっちゃうか、ちょっと、竹串やっちゃうか、竹串で、持ってきましょう。さあ、いきなりメインイベント、そしてね、さっきの、はい、ね、しょっぱいマイクをした植木と、はい、ね、これ X? X だけど、X じゃないの、途中から発表されたじゃん、発表されてる、うん、発表したっけ、発表した、そうだそうだ、最初 X 発表でそう、やったんですけど、うん、俺何も聞いてなくてさ、はい、Twitter でしたねそんなことあるの、いや、あれだザ・チンピラ板を言うだけ悪いこと、最近の伊藤優作見たこと、見たことある、はい、多分カリアカリアかカリアでしかった、 あれからまた髪型変わったから、変わったんすか、うん、じゃあ後で出すよ、わー、はい、あのすごかった、あ、名古屋のほら久保村さんの、はいはい、秀久保田さんと優作、はい、と今俺らユニット組んでんだけど、はい、
あのヒデさんのツイッター見たら伊藤優作がとんでもないことになってた。中国マフィアみたいなやつだ。本当だよ。マジで、あのヒデさんのツイッター見れば分かる。ヒデさんのツイッターよりは、はい、伊藤優作の最近の姿は、はい、マジでマフィア。本当に。いや今でもただでさえね、こうチンピラが多いんだけどさ、本当に怖かったよ。さあね、第2回も。これはあの大阪の V テープでチャンピオンになって帰ってきました、ね、本当で、はっきり言って俺は優作とは本当、はい、あの兄弟分で、はいはいはい、本当にやっててもう普段からバカやって遊んで、はい、もうなの変な話ぶん殴り合えるし、もうなんていうの、抱きしめ合えるし、はい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 、もう本当そういう関係なんだけど、まさに兄弟だから、本当に久々だったんで、俺でも、はい、試合するのは。あの、飲むことはしょっちゅうだったけど、はい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 、久々にこうリング上で会ったから、やっぱ嬉しかったよね、やっぱ。ただまあね、あの、一人邪魔がいますけど。うわぁ奇襲から始まりました。梅木と伊藤優作さんの、接点はないはずなんですよ。だから、何なんかあれかな、トランプかなんかで選んだ出た数字してみたいな。わー、おーおー、今回はいいよ、今回はいいガンパタが入ったよ。あ、優作さんはジョーさんが、うん、敵にいるっていうのを知らなかったじゃないかっていう。うん、だからツイッターで多分お互い知ったの。ツイッターでお互い知って、はい、優作がなんか、お、ジョーアキラみたいな、おアキラ久しぶりみたいな感じだから、あいつはぶっ飛ばすみたいな感じだし、俺もそう、俺も試合するってなったら、本当にぶっ飛ばしに行くし、はいはいはい、そう。だから、優作と俺がよく使う言葉、殴り散らかすっていう言葉かな。もうその、もう殴って、もう散らかしてやるってこと。本当に、体バラバラにしてるからね。もう、物騒な言葉よ。いや、でも、確かに、優作さんはそのツイッター上でも、うん、なんか、正々堂々やりたいみたいな。言っとったね、はい、あいつね。このザンギエフがザンギエフがおあーコリブレコリブレがコリューがリブレのリブレがリブレのコリューが行っちゃったよ、行っちゃいましたよ、行っちゃったよ。すごいな、悪いなこのザンギエフ。何が起こったの、あんたがやったんだよ。しらじらしいやつや、本当に。ああ3人、あほらもう2人目作れないって言われてるぞ。作れない、いや本当作れるかどうか分かんないですからね、これ、このこいつのせいで、こいつのせいで、こいつのせいで、全てがこいつのせいで、はい、本当に作れたかったら慰謝料請求して、そうだな、本当にマイクはしょっぱいの。さあ来ました、マイブラザー優作、来た来た、こいつの攻めもねえぐいからね、本当に。これはもうエルボー警戒ですよ。あ、ビビったっしょ。怖いよね。はい、もう警戒します。あー怖いよ、優作バー痛いって。優作もね、実はね、あのね、試合のね時のね、靴はね、バッシュなんで。あ、バッシュなんですか。緑の、おお緑のナイキなんだ、あれ実は。ああ、これが例のエルボーですね。これが例のエルボーですね。ですからね、あれし。お前も結構行ったんだ、この時、はい、やっぱ行かなきゃ、行かれるから、はい、そうなんだ、結局さ、優作ってさ、そういうやつなんだよ、こいつ。自分も行くけど、相手に来られるのに一切何も言わないね。はい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 。だから、男らしいんだよ。そうですね。そう。むしろ気持ちいいぐらいの。そう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 。だから俺と優作が試合するときは、そう、お互いフルでぶん殴り合って、お互いなんていうの、アイシングでほっぺた冷やしながら、はい、痛いねーっつって、さっき痛かったねーって言いながら、二人でタコ吸ってる。
ブリッキーはここでちょっとなんかやりたかった、こう2人で攻撃したかったみたいな、なんかちょっと違うねこれ。なんだ、なんかうまくいかないね。そうですね。でも優作さんは、ね、正々堂々やりたい。おそらく職種が。こいつ男らしいやつだね。そうなんですね。まあ、絶対に適当に植木さん、植木が勝手に呼んできた。絶対。多分選手名鑑のさ、はい、あれじゃない、ダーツの旅みたいな。ね。どれにしようかなってこうババババババって選手名鑑開いて適当にこうここってその中のビビ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 ッペってやるのが多分伊藤優作ね。ね、よかったね、なんかあの岡田和親さんとかじゃないね、よかった。確かに、ね、ただ岡田和親さんとかね、棚橋さんとかいうのが多分超満杯超満杯でも満杯になってもたらギャラ払えない、ね、財布が溶けるね、はい、うわお地獄ですよ、地獄の始まりじゃんこれ。もうこれ3発目よ。お前大丈夫か。ああやめてくれよ、やめてくれよ、やめてあげてくれよ。ボディスラム一見ああね、そう普通に見えるけど、はい、あのみんなね舐めすぎ、いや本当痛いって、はい、ブレンバスターとボディスラムね、みんなねつなぎ技と思っちゃダメ。痛いよ、はい、ちゃんと。昔のレスラーは決め技ですからね。あ、そう昔はブレンバスター一発で追われたからね、はい、よくあれだよ、それこそ源太郎さんとか、はいはいはい、翔太さんとか、はい、荒健さんとか、はい、まあ、いわゆるその職人肌のレスラーの人たちと話すのって、やっぱ今のやっぱ若いレスラー、まあ、俺らのことだと思うけど、やっぱそのブレンバスターとボディスラムとショルダースルーを雑に扱いすぎですから、もっとちゃんとやんなきゃいけない。やっぱ源太郎さんが言ってたから、源太郎さんはね、本当に、やっとこの前名前覚えたほうがいい。おーっつってジョー、あ、ジョーだっつって、いやーっつって、いや何言ってんすかっつって、2人でよく大阪行ったじゃないですか、車の中で。ゲンさんがさ、あの時さ、臭いさ、兵してさ、車内が充満してさ、地獄だったんだから本当に。もうヒートアップの若いやつとかさ、みんなさ、ゲロ吐きそうみたいになってさ、巡業のバスに並んで、はいはい、あれでもきつかったんだから本当に。ゲンさんが、ゲンさんの部屋マジで臭い、本当臭い。そうわあ、これきつい瞬間だね。おお、行ってるね、お前も行きますよ。ただ来るけどね。そうなんですよ。あ、行ってバーン、うわっ、おっ、ポポか、あ返せよ、行け、あー、ようやった。この試合初めてリングじゃないですか。本当だよ。俺フルで行くから。そうですね。うわちょっとさ、膝えぐいっすね、うん、やっぱ100あった俺が膝やったら痛いだろうね。いやもうと思ってやったさっきの試合も見てそうだし。このアマレス仕込みのスピアがすごいいいスピアでした、ね、そう、久しぶり、久しぶり。この時でどれぐらいぶりだったんですか。試合するのマジでこいつほら欠場しとったから1年以上。おお、ガチガチだ。おお、きつい。おお、重いんだよな、こいつのエルボー。調査ですらも硬いさついちゃうんですから。サポーター外しちゃったもんね。全然痛くない。
あ、痛っ痛くない絶対痛いもん。うわっほらうわうわおーっしゃ力が入らない。おーおいイラブあーあーあー痛いこれバカなのよおおおお気持ちいいんだろうな、二人とも、うん、なんだろう、まあ、言ってるよ、ね、要するに、はい、要するに、表現としては言ってるよ。これもレスラーにしか分かんない、分かんないでしょ、でも言ってるの、はい、で、我にリブレ、俺この日、これやってないけどあれ、あれ、余裕ないね、もうね痛かったの、本当にこいつもう言って、あの頭突きでマジで痛かったんだよ。行け行けあおおあなんて考えたの考えたのこれは面白いね今の見てるちょっと面白かったなるほどあ自分より体重あるやつの足を攻めるって鉄板だもんねおお逆足ですおおフェイントだねこれあ俺も絶対今右だと思う右足だと思ってたおうおうおおなんかジャベジャベです巧みなことやるなあんたも痛いやめてあげてよこれ痛いって俺は絶対その時点で痛いのさらにいやさらに絞るんだあのこれ何自分で考えてるのこれはメキシコの選手は結構使ってるあめちゃくちゃいいじゃんなんか映像映えもしそうですねそういいねこれ自分は知らなかったんですけどうんウルティモドラゴンさんが実は使ってたそうだごめんお前それわざとだろいやいや違うんですよちげえじゃねえだろ全く知らなくてお前ほんとメキシコの選手試合映像を見てあこれいいなと思ってパクったやつが意外とみんなやっててお前ドラゴンって名前が一緒だけだから調子乗んのいやいやお前どう考えてもどっちがお前有名でどっちが強いか分かってんだろお前何がウルティモドラゴンだよだいぶやってるなそれ実は使ってたっていうのを聞いて、うん、やったと思いました。いや、ちょっとやっちゃったと思いました。ああ、この人なんでこんな頭固いの？警察官ってみんな頭固いの？関係ねえわ。絶対関係ねえよ。ありえねえな。ほら、リブレ調子乗んなよって言われちゃった違うだから違うぞお前って多分、あれだろうなニコプロの人たちにも多分こういう感じの扱いされるそうですね、うん、なんかちょっと俺、安心したあー、もうやめてよ痛いって返せって返せないよね、ごめんね、俺が言ってたけどおお返したよやる方が大事じゃないかうわなるほどなるほどなるほどああまたあんたあれだねやっぱ、はい、作戦をやっぱちゃんと考えてたね今回ねどうやっていくかああ新ピラカこれ決まってるわ前回のさ、はい、ドラゴンスープレックスもそうだけどさ、はい、やっぱ大事な時にやっぱ入ってきちゃったあまあまあまあそれだからタッグマッチっていうのが成立ねその面白いんだよねあの技がちゃんと決まってれば、うん、いやでも多分あの足関節からまたもう一回足関節って思うからおドラゴンおう右下を攻めていきますね、うん、これだいつの間にかちょっとああ入ったおおこれは例のあれじゃないかあー定番の連携になってきたねこれそうですねこれまたやろうやりましょうこれはやろうでも何も言わなくても分かってくれると思うから、はい、いつの間にか全然気づかなかったけど、うん、冒頭で言
帰っていっちゃったチェッパー青木さんが、セコンドに今ついてます。あー、古城が、ジョーの古城が。やっちゃダメよ。あーはーはーはー、うん、マジっすか。あーきつかったな。きつくねえわけがねえだろ。きつくねえわけがねえだろ。マスクしてるからまだ良かった。これ普通の頭だったらやばいね。やばかったっす。ああ、わあ、これは。デスパレーボムってクラッチするもんなの？クラッチするもんじゃない。これ。デスパレーボムってクラ、リストクラッチ式みたいな感じ。どうなんでしょうね今の。クラッチ式だから分かんないですけど。やばくない？吉野さんのマスクなんかカラステングになってる。なんかめっちゃ前に出てる。うわ、何クラッチ式のデスプレイって。初めて秋山純さんがエクスプロイダーをリストクラッチした時の衝撃でしょ。確かに確かに。もうあれ死んじゃうよと思ってた。クラッチ見てなかったね。初めて見た。いや怖いことするね。ああ、ああ、新しいマスクが。やめろ、これ素人だぞ。ほらほら、やっぱ素人だぞ。いじめられっ子の南スク。ああ、さっきのさっきのリスだから。おおおお、兄弟。ああ、やっぱ気に食わなかったんだろうね。そうですね。おい、植木、まっすぐなんて約束だったよな。おい、まだ取り出したりよ、一般人に手出したりよ。おい、今は出たよ、やつが違えぞ。おい、こんなやり方で俺は勝っても嬉しくないぜ。しっくりしてるのが第2回大会。
かな、やっぱこいつ。いやー、ほら、もう探偵の役でしょ。ほら、もうバカなやつなのよ。大好き。ああ、でも、これで DW に入ってくれたと。キャバクラではどっちの方がモテますか、これタイプ分かれんのよね。あー、でも確かに。これタイプ分かれんのよ、本当に。タイプ分かれる。より頭悪い、なんか、見た目は、なんていうかな、見た目はすっごい、はい、なんだろう、ギャルギャルしいんだけど、はい、実はなんかこう、清楚系、心の中は、はいはい、清楚系みたいなのは結構優作の方にいっちゃう。あ、見た目もめちゃくちゃ派手派手しくて、はいはい、頭ももうパーパーパーの女の子は俺の方に来る。俺がそうなのかな。いや、確かに、確かにって言っちゃあれだけど。でも本当そうなの。ごめんね、お前が喋ってるの最近ちゃった。リブルではなく、乗馬機についていくっていう、それで、DW に入ってくれて、何が考えられて、俺は嬉しいです。俺らはもう D の病気が止まって、これからもよろしくお願いします。他にも DW に入りたい人が、入りたい人がいれば、僕は喜んで受け入れます。新たな仲間を増やしたいんじゃない。俺は同じ夢を持った仲間たちと一緒にこの DW をやっていきたいです。そしてこの DW でまだまだちっぽけな団体かもしれませんが、フリーダムズを超えるような日本で一番面白いと言われるようなそんな団体にしたいと思います。だから皆さんもこれからもっともっと応援をよろしくお願いいたします。ハッピーですね、ハッピーだ。どうした？楽しみ。え、何がちっぽけな団体がフリーダムズを超えるだよな。女子がいないから今日お客さんが入りませんでした。そんなこと言ってた団体に夢も人もあるわけねえだろ。笑われ。俺が DW 入ってるよ。俺が DW 入るよ。ジョーさんもユーザーさんもいるし、タクルタいるし、別にあなたにリスペクトはないんですけど、俺が DW 入るよ。俺が DW 入るけ。俺が DW 入って。もっとでけえ団体にしてやるよ。そんなダセえこと言うよな。代表さんやん、書いてやるよ。DW 入りました。よろしくお願いします。リアルで俺は今本音言ってんだから。人望ないね。けど自分の中でも見てみるよ。最初俺、そして次、そして今日、そしてうさぎちゃん。何年もで言って。なあ、家もしねえけど、こうやって、またやってくるんですが、ブルーコンだ、それより実だ。なあ、ここの底から旅行もしねえけど、DW を確かに、まあ、今日は女子がいなかったから、チケットがなかったのは、すいません、事実です。ですが、これから、なんなら、この4人だけで、このラジオのホールで、乾杯にできるよ。頑張っていきますので、皆さん、今後とも DW をよろしくお願いします。このままの僕が仕上げてなっちゃって、もう一回、どんなに仲間をします。いい感じで締まったんですけどね。ダメだ。お前じゃなきゃダメ。カトリが言われたのを忘れて、本
手だと思ってるんで、そこは僕もちゃんと受け入れた上で、もっともっと上を目指したいと思います。まあ、何はともあれ、何はともあれ、さっきも言ったけど、入るきっかけは何かはさておいて、でもみんな同じ目標、同じ夢を持っていると僕はそう思っています。だから、このメンバー、この4人で、そしてここにいる代表の新学さんと共にこれからますます頑張っていきます。だから皆さんもぜひこの DW の応援よろしくお願いいたします。まだまだ未熟かもしれませんが、今日の戦いはいかがだったでしょうか。満足していただきましたでしょうか。できるようにこれから僕たちは頑張っていきますので、次回も必ずあると思っているので、その時は皆さん応援をよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。締めに決まりました。締めあっと怖い顔してるな。怖いのよ。俺ずっとウサギちゃんの声元気出して元気出してっつって一緒にやろうって絶対やろはい、男のメンバーが2人増えましたね、はい。いやね、このバラバラ感がいいよね。だって、まあ、カトリと俺のセット、はい、カトリとリブレもそんなセット、まあ、リブレと俺のセットも、はいはい、カトリと優作のセットも、優作とリブレもセットも、はい、言うてしまえば俺と優作ぐらい、はい、まあ、なんかこの4人が一緒になったっていうね、なんかアベンジャーズみたいな、まあ、接点がないのにこうね、はい、まあ、これからだからどんだけいいチームにできるかじゃないの。そうですね、バラバラなんですけど、そう結局接点があったからいいタッグチームになるとは限んねえしさ、はい、別にね、別に接点なくてもね、一心なんていうのこうあうんの呼吸で、ね、はいはい、できればいいと思うし、実際だってね、第1回より第2回の方が、はい、ね、俺はリブレと、まあ、2回目じゃん組む、はい、DWO でしか組んでないけど、はい、でもたった2回かもしんないけど1回よりも2回目の方がやりやすかったし、はいはいはい、やっぱ連携とかもバッチリ決まったし、やっぱ言われなくてもやっぱ今だなっていう時とかあるしさ、はい、でやっぱそういう感じで、だから今後例えばね4対4でやるとか、はい、ね、リブレとね、あの俺優作香取が組んで相手、はい、ね、誰でもいいけどね、はい、とかでも面白いと思うんだよ ね, ね。さあ、さあ、じゃあ、さあいきなりアンケートいっちゃいますか。さっきのが、はい、62.5 と 37.5 ですよね、はい、今回ばかしはね、今回ばかしはそうですね、今回はあの、はい、振りとかネタじゃなくて、はい、本当に俺らじゃないと困るな、はい、困ります ね, ね、これどうする、本当にもう負けたら負けたらどうしようか、負けたらどうしような、全裸になって謝るか全裸になってここで土下座しようか、はい、でそれ見たがる人がいるから、いやいやいや趣味悪いなお前らバカじゃねえのか見たがるから。わでもで純粋にこうどの試合がね良かったかっていうのを、うん、負けたら竹串刺そうぜ、は無責任すぎる、やだよ刺してやるよ逆に、無責任すぎるお互いせーのドンつって あ, ありがとうございましたつってそんな締めあるの締まらんがな本当にあ嫁に怒られるよ、あんた本当怒られるよ、あとなニコプロさん行って竹串刺してきたみたいな見てるんですから今日、ね、今日見てる、だからうちの母ちゃん見てるからやばい本当だよ、こんなアホみたいなことあっちゃいけないよさあね、じゃあ結果は出てますかね、出てますか、おお勝った、ギリ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 、あぶねえ、あぶねえ、いやもういや危なかった、
この 44.4% の人は何だろう、俺らに死ねっつってんの。いや本当に竹串刺せって言ってるようなもん、ね、言ってるみたいなもんだからね、本当に。まあまあまあ、でもなんとかありがとうございます。我々なんとか、はい、はい、いけましたんで。さすがにね、2連敗じゃダメですかね。そうですね、はい。どうですか、2大会。2大会、いやどうだろう、これが9月だったんだっけ。そうです。今ちょっとまあ1ヶ月は経ってるけど、2ヶ月は経ってないぐらいぐらいですかね。はい、まあ、はい、なんだろう、終わってみて実に率直にやっぱ感想を言うと楽しかったなっていうのがあるし、はい、うん、やっぱまあ優作と久しぶりにね、お互いね殴り合ったのも本当に久々だったし、はい、でやっぱ植木隆之っていうのはやっぱ、まあ、もちろん知ってたし、ね、はい、ただ絡みはなかったから今まで、うんうん、だからね、しかもねちゃんと実績も残してるから、はい、ね、そういうので考えるとやっぱやってみたかった選手の一人ではあったから、うん、楽しかったし、はい、うん、まあね、実際香取がこうやって入って優作が入って、はい、だから特に今、ね、新しいことがこうなりましたっていう発表をするようなことはまだしてないじゃん、はっきり言って、はいはいはい、でも何かしなきゃいけないなって思うんだけど、何する？4人で。4人で風俗でも行く？行きます。やべやべ、怒られるから。絶対怒られる。怒られちゃいますから。行かないから。行かないから大丈夫だよ。一番これ奥さん見てんの？見てます。奥さん見てんの？はい、きっと見てます。あ、ほんと？はい、この収録終わった後キャバクラでも行く？行きますか、じゃあ。おー、いいのか。俺知らんからな。行かないよ。俺は知らないぞ。嘘ですよ、ほんとに。ごめんね。俺知らないから。ごめんね。お前めっちゃ飲ましまくって、じゃあ今日リプレイのおごりでっつって俺帰ったの。いやいやチャッピーも誘うぜ。チャッピーも誘うぜ。ダメだ。チャッピーさんつって、今日から行きましょうつって、みんなで行きましょうつって。もう子供の顔が見れねえよ。請求書は佐々木隆でっつって。フリーダムで領収書記録。それいいっすね。後で怒られるぞ。本当に。すいません、これお願いします。本当にほら、嫁リブで見てるっつってるよ。やろうな。怖いぞ。怖いんだから。あ、でもなんか、なんか4人でなんかしたいなっていうのもあるし。確かに確かに。でもリアル、その、どうなの？やっぱその、はい、はっきり言って、その DWO だけで、はい、やっぱ会場を抑えるっていうのは、正直現実的な話難しいでしょ。今のところ。ね、だから第1回もそうだし、はい、第2回もそうだけど、何かと何かの間だったの。はいはいはい。ね、アイスさんとね、はい、ダムズさんの間とか、まあ、はい、アルマリブレとアイスさんの間とかさ、はい、まあこの間の、でも正直間の枠でもまあ俺は本当もうありがたいし十分だし、はいはい、うん、そこの時間をいただけるのはすごいいいことだと思うから、そうですね、まあラジアントにこだわんなくてもいいと思うんだよね。そうですね、うん、はい、ラジアントにこだわんなくてもいいし、変なしにもう小規模でも俺はいいと思うね。ラジアントってもうあの贅沢すぎる箱だから、はっきり言って、うん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 、なんだろう、もうちょっとこう現実的なキャパを考えて、王子とか一番いいね、はい、一番いいね、王子とかが一番いいね。王子とかほら、三工業大体やるじゃん、はいはいはい、12時からやって3時からやって5時からみたいな感じでこうね、はい、やるわけじゃん、はい、だからこう例えばね、その3時のあれをね丸々もらってさ、はい、ね、全5試合とかそうです、ね、組めたら面白くない？はい、メンバーもね増えてる。変な話だってもうね、優作と香取とね、お前と俺はもう固定なわけじゃん、はい、ね、だからあと誰かね、例えば全部シングルマッチでもいいと思うんだよ。そうですね、全部シングルマッチ、はい、例えばなんていうの、団体戦みたいな感じでさ、はい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 、ね、先発地方中堅ね大将みたいな感じでさ、確かに確かに、やってもいいと思うんだよ。なんかそう、ね、王子やっぱいいよね。でもなんか地元に来てくれたら見に来ますとか、うん、大阪VKF と共同開催。 VKF がだってもう来年のスケジュール出てねえから分かんねえんだよね。俺チャンピオンだけど、チャンピオンがスケジュール分かんねえってやばいよね。まだ来年はまだ分かんない。来年分かんないんだよ。12月にトールとちゃんの防衛戦があるんだけど、はい、そう、それぐらいで、その先はでもまだ全然分かんない。これ稲六ボックスっていうのはさ、俺名前は聞くんだけど、はい、どういうとこなの？よく分かんないんだよ。あ、僕も分かってないです。ね、なんかでも最近よく聞くよね。はい、チャッピーよくわかるよ。常設会場とかそんな感じかな。なんかフットサルコートにリングを立てられて、うん、入場ゲートがものすごく豪華な演出があります。ああ、だったりとか。あ、そんなに箱的にはそんな大きくないよ。箱的にはなんか広げて 4,500 はいけられるみたいな。へえ、広げて 4,500、はい、まあでも確かに、まあでもね、DWO が後々にね、うん、地方に行って試合とかできるようになれれば本当いいですし、まあ確かにね、まあ確かにダムズの地方興行の前に、ああ、でもそうだね、まあ確かにほら
俺もほらアルマリブレやってるからさ、はい、ね、あーちょうどアルマのオカンってこれ多分アスカ代表だなこれ多分なるほどなんだけど多分、はい、ねそれこそやってもいいと思うし、はい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 、ね、あなんかそういう感じでやっぱな俺ら単体で行きますっていうにはやっぱ行けないんじゃん、はい、正直だからやっぱこうどっかにね帰省するしかないわけだから、ああそうです、ね、やっぱ今のところ今のところは正直これ嘘ついてもしょうがないからさ、はい、ね、だからでも DWO ってまあね2回目の大会は、はい、まあ男性メンバーで、はい、さらに加わった2人がいるわけで、はいはい、でももともとっていうのは女子選手もいたわけだ、いるわけで、ね、だからそこも含め大会をやれればなっていうのは正直思ってるところですね、うん、これはまあアイスの佐藤社長に土下座しに行きますか、そうですね、2人で、はい、すいません力貸してくださいっつってお願いします、お願いしますってもう全然恥ずかしいね俺本当にそうですね、 DWO をでかくするためにはもう ね、 そうなんですね、手段を選ばん、はい、本当に本当 DW 女子選手も揃ってのやっぱちゃんとした DW なので、そうだよね、はい、うん、だからね別に男子だけに孤立しないで、そうです ね、 ね、はい、なんか女子のね、なんかでも女子のドラゴンリブレとか作ってもいいんじゃない、おお、ほら最近はタイガークイーン、クイーン、はい、みたいな感じでああいうのもあるわけじゃん、ドラゴンリブレクイーン長えバカ長え、かわいそうじゃねえ、どうすね、かわいそうかわいそうじゃねえドラゴンリブレクイーンかわいそうじゃないって、いや自らかぶりたいっていう人がいるかもしんない、いたらないたらいたらな、いたらもう僕は全然かぶっていただきたいんで、確かにね、いたらやってほしい、やってほしいですね、いやでもなんか